本日は国立研究開発法人科学技術振興機構競争の場形成支援プログラム通称 COINEXT ダイバーシティ農業による地域イノベーション競争拠点キックオフシンポジウム多様性に富み活力溢れる地域社会の実現を目指してにお越しいただき誠にありがとうございます本日の司会を務めさせていただきます 岡山大学研究協力部前原あやみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。開会,会にあたりまして、国立大学法人岡山大学学長牧野博文よりご挨拶を申し上げます。 皆さんこんここにちはようこそ岡山大学へお越ししいたただきました年末のご対応中にもかかわらず岡山県長居から多くの方々にまたあのオンラインでも160名の方々にご参加いただいております。さて、えー、今年度から始まりました中期目標期間中でございますけれども岡山大学は「会いたい未来を共に育み共に作る」 研究大学をビジョンとして掲げさせていただいておりますこのビジョンの実現に向けた第一歩が本日のパネルディスカッシュのテーマになっているダイバーシティ農業による活力あふれる地域社会の実現という構想ですこの構想の実現を加速させるために岡山県をはじめとする地元自治体 株式会社システムの中島様をはじめとする県内企業及び JA などの農業団体等の連携機関とともにダイバーシティ農業による地域イノベーション競争拠点を文部科学省 JST の競争の場形成支援プログラム COINEXT に提案し今年の10月25日に採択をされました。本日の キッフシンポジウムではこの採択を受け官民双方での新たな農業の取り組みについての知見を共有するとと,ともに現場の方や学生を交えた農業を抱える課題や可能性についての議論を通じ皆様とともに本拠点の今後の活動の在り方を考えるために企画をさせていただきました。地域のあるるべき未来を実現するために 何よりも大切なのは参加機関や皆様と対話し皆様と共有できるビジョンを練り上げることだという具合に考えております。参加機関や地域の皆様との徹底的な議論を重ねありたい未来のビジョンをブラッシュアップしていくとともにその実現に向けて大学も変えていく所存です。そしてこの構想により 地域の農業を変え、人を変え、地域の社会を変え、さらにはそれを全国に波及させ、我が国の社会をも変えたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。牧野学長ありがとうございました。続きまして、国立研究開発法人、科学技術振興機構、地域競争分野、 プログラムオフィサー中川正人様よりご挨拶を賜ります。あ皆さんこんにちは、えーと。今日はこのような場にあのご招待いただきまして本当にありがとうございます。えー、と私プログラムオフィサーとしてこの、えー、プログラム推進する立場にいますけども、えー、まあ今日あの、えー、皆さんに対してですねいろいろメッセージを考えてきました。 えっと皆さんがそのご提案していただいてます地域競争地域の拠点ビジョンダイバーシティ農業による地域イノベーション拠点といいますのですね今農業従事者の高齢化後継者不足という今まさに日本が取り組むべき課題を正面から取り組んでいただくということで非常に我々も期待しておりますでその後私実はこの紙3ページにわたる原稿を用意してきましたけども ちょっと変えてですね <laughs> と言いますと午前中にあの農学部の現場を見させていただきましてちょっと直接関係するような話にした方がいいかなと思いましてあのちょっと内容を変えさせていただきますけどもちょうど新幹線に乗ってる間にまあ今日東京から来たんですけどもある雑誌を見ましたら皆さんのプロジェクトと非常によく似た記事が掲載されてました。でタイトルがですね「農業をもっと多様性をそして価値を生み出す先駆者たち」。 という題材でいろんな先駆者たちがあの乗ってったんですね記事がで、あるその先駆者農業従事者の先駆者なんですけども、えー、農学部の、えー、大,学大学農学部を出ましていろいろ経験されてドイツでもいわゆる修行されて帰ってこられて彼が言ったのは短期的な収益を得る方法はいろいろありますとただし私たちは次の農業の土台を作ることですと 農業そのものが生み出す価値はもっと多様化できるとこのように言ってるんですねで具体的に中身を説明すると多分、えー、30分にかかっちゃいますんでポイントだけ言いますと彼がやろうとしたのが、まあ、や実際やってるのが循環型農業つまり肥料から生産物それからあの物流そしてまたレストランから帰ってきたいわゆる生ゴミこれを地域で全部循環型するという考え方一つ。 からもう一つは、まあ、これ昔からも言われてますけど有機農業ということですねつまり、えー、薬品を使わないですから生態系が何十年も使ってますとその農地から壊れていくことをもう一回、えー、復帰しようというであの有機食料の売り上げ調べますとアメリカでは5兆円強もありますただし日本では0.2兆円しかないです。 でただ日本政府が今その有機農,農業のやり方も支援してますんでこれから増えていくと思うんですけどもあの皆さんも多分もう今あの JA の方それから農業従事者の方たくさんいらっしゃいますのでお分かりになりますようにやはり手がかかるでなかなか生産できないもうもう大きな課題があるんですけどもあるまたこの先駆者の一人が言ってたのは消費者と顔の見える関係になるこれが一番重要だと。 つまりそうすると何が起こったかというと消費者から指名されるいわゆる指名買いということで販路が開けるというそういうことを言ってますからもう一人の方はですね、えっと、私たちこの CYNEXT って言いますのは10年間のプロジェクトですけどもある方は10年じゃないんですよ1000年1000年続く産業を目指したいということを言われてますでこの中身はは彼が言うには さっき私ちょっと言いましたけども、えー、いわゆる肥料からそれから生産物それからリサイクルそして物流全てをその地域で循環してでそれを一つの産業にするとですからその地域に関しては有機農法だけじゃなくてですねその地域全体が農業そして食文化まで変えてしまうと、まあ、こういうちょっと壮大なあの記事があったんですけども。 あの言いたかったのは皆さんに対して2つありまして皆さんの拠点でいわゆるこういったのが日本各地で記事の中にはベトナムも書いてあったんですけどもまずベンチマーキングをしっかりしていただきたいというお願いです。でまたそういう仲間がですね日本国内にはたくさんいるということがありますんでそういった人たちの仲間づくりそうすると皆さんの今おそらくこの後の 研究討論の中では議論になると思うんですけども研究課題123と3つがあると思うんですけども3つじゃないかもわかんない新しい研究課題45が出てくるかもわかんないという形であの2つをちょっと最初に申し上げたいなと思いました。であと,、えっと私たちあの文部科学省さんのこのプロジェクトで令和3年度から地域競争分野っていうのをスタートして皆さんが第2期生です。 でこの1年間私たちやってきた中で、えー、いわゆるちょっと、えー、チェックポイントというかありますのでそれを4ポイント説明したいと思います。第1点目はですね、えー、拠点ビジョンの形成をしっかりやっていただきたいとつまりブレないいいいい軸を作ってたただきたいというお願いですでこれはあの参画される企業さんそれから自治体、えー、市民住民との話し合いをとことんやっていただいて深掘り議論をしていただくということです。 からまた2つ目はです、ね、あのこのプロジェクトのキーワードでありますバックキャストアプローチでこれはあ,のありたい姿からバックキャストしてやるべきいわゆる研究課題を設定していただきたいというお願いですそして3つ目が10年間の期間のの期考え方これ皆さん今育成型ですけども昇格審査の後あと昇格いただければですね10年間という本格型に行きます で10年間を考えたときに私たちの c o i ネク x では10年間で皆さんのアウトプットコミットメントをお願いしますけどもただ社会を変えるっていうのはそんなに簡単じゃないと思います。だから先ほどある先駆者が言ったように1,000年の産業を作るんだって言われるぐらいに大きくビジョンを振っていただいてですねひょっとしたら20年30年かかるその社会を変える皆さんのプロジェクトかも分かりません。そのののぐらいのスパンの中で あの大きく議論していただきたいなと思ってます。で最後四つ目はですね、これはあの私からのお願いなんですけども、やはり地域の住民市民を巻き込んで本当に社会を変えていただきたいというふうに思います。はい。それで最後に一言また言いたいんですけれども、あの全然話違うんですけども、私はあのイーグルスのデスパラードといういわゆるならずもものという曲が好きなんですけども。 これ最後のフレーズでいわゆる「オープンやフェンスで」でそうするとその先には虹が,虹が見えますって言ったんですね。でつまり明るい未来が見えますと。で今日東京から東京実は本降りでしたけども名古屋から大阪に比べなってだんだん光が見えてきてで京都の手前にですね右手にすごい綺麗な虹が見えたんですよ。 で私が行く今からの岡山大学っていうのはこういった新しい虹が見えるんだなとそんな予感がしましたですから皆さんの,あのプロジェクトで岡山の市民の方あるいは県民の方を夢を持って明るくしていただきたいと思います以上で私の私の挨拶を終わらせていただきますどうも今日はおめでとうございますありがとうございました中川様ありがとうございました 続きまして、文部科学省科学技術学術政策局、三角連携地域振興課拠点形成地域振興室室長、梅原浩二様よりご挨拶を賜ります。 皆さんこんこにちはご紹介いただきました、文部科学省あの拠点形成地域振興室長という長い名前の市長の梅原でございます。あのまずは、ですねあのこの競争の場形成支援プログラム、あの地域競争、育成型への,あの採択、誠におめでとうございます。 あの先ほどあのプログラムにつきましてはあの中川 PO の方から大変素晴らしいお話があってあの私も面白いなと思いながらあの聞いてたんですけれどもあの本日あの中川 PO と一緒に私自身もですねあの補助の方一緒にあの大学の中見させていただきましてとですねこういったあの産地にある貴重なノウハウを可視化することによってですねあのこれからのこういった農業の在り方特にあの いろんなそのまさにダイバーシティとありますような多様な方があのどんどんこの地域農業に参画していくというようなあり方に向けてのこの取り組みをしっかり見せていただきましてあのこれからの岡山のこの農業というものをですねこのプロジェクトが変えていくそのポテンシャルというようなものをあのこの実感させていただいたところでございます。あの一方でですねこういったあの えとまさにそういったダイバーシティというようなものを掲げるプロジェクトでございまして、えー、地域の外の方も含めてですねそういったよう多様な方が新しい形態の農業に参入されるというようなことを目指しているわけですのでその地域の農業にその真の意味でのその持続的な変化を起こすというようなことにはですねその大学さんのみならずですねやはりその自治体の農業政策とかですねそういったあの J さんの取り組みそういったものと一緒になってその地域の 課題に真正面から向き合っていただくと、そういったことが非常に大事なんだろうなというふうにあの実感したところでもございます。あの育成型ということですので、あの期間中にぜひあの拠点内外の皆様とです、ね、ビジョンをしっかりあの作り込んでいただいて、あの先ほど中川さんもおっしゃったような点にしっかり注意していただいてです、ね、あのまたそのビジョンを皆さんで共有していただくというようなプロセスを大切にしていただければというふうに思っております。 あの政府の方でもですね、この大学ということでいえば、その我が国全体の研究力強化に向けて、現在の,その国際卓越研究大学の,あの話でありますとか、またあの地域中核特色ある研究大学総合振興パッケージ、そういった、えー、制度設計、そしてまもなくあの令和5年度の政府予算案も閣議決定の,あの見込みでございますけれども、ぜひあの本事業を通じてです、ね、この岡山を中心に、 魅力的なこの地域のエコシステムを形成していただくというようなことまたあの本拠点がです、ね、まさにあの岡山大学の強みですとか特色そういったあのフラグシップとなるようなものにあの育っていくというようなことをぜひ期待申し上げたいというふうに思いますあの本日のシンポジウムにおきましてはあの林 PL はじめあの関係の皆様からあの取り組みをご紹介いただくとと,ともにです、ね、あのビジョンの実現に向けた いいい議論をを、ね、聞かせててたただけるととそういったことを楽ししみにしておりますあの研究内容はあのもちろんのことなんですがぜひあの参加者の皆様にはです、ね、あの本日のシンポジウムを通して本拠点が描くその未来像というようなものをしっかりあの共有またあの共感していただければ非常にありがたいと思うんですがその実現に向けてです、ね、より多くの方々の連携がこういった場を通じてあの進んでいくというようなことを期待申し上げたいというふうに思います。 あのこの後あの内閣府の,あの松尾事務局長もあのご挨拶されますけれどもあの文科省としましてもあの本日ご参加の皆様とともにですね JST 関係省庁一体となってしっかりあの伴走支援をしていくというようなことをお約束させていただきたいというふうに思いますあの最後になりますけれどもあの本年もうあの残り少なくなっておりますけれどもあの来年はまあうさぎ年というようなことでうさぎ年といえばあの あの仏教的に言えば守り本尊はまああの文殊菩薩で三で人寄れば文殊の知恵ということでですねまさにこの岡山であの三学館そういったことがこのうさぎ年を前にですねあのみんな集われるということは非常に意義深いことだなというふうにあの今日実感いたしました。ままたあのうさぎ年でですのでまさに繁栄 飛躍そういったところでございますのでぜひあのこの機会を通じてですね皆様の取り組みがますますあの飛躍いたしますことをご記念いたしまして私からの挨拶とさせていただきますどうもありがとうございます梅原様ありがとうございました続きまして内閣府科学技術イノベーション推進事務局局,局長松尾博貴様より ご挨拶を賜ります、えー、皆さんどうもこんにちは ただいまご紹介いただきました内閣府で科学技術イノベーションを担当してます松尾でございます。本日は岡山大学のこのダイバーシティ農業における地域イノベーション競争拠点キックオフシンポジウムの開催、本当におめでとうございます。もうあの多くのことはすでに皆さんからお話ありましたし、えー、ありました。 で特にあの最近ここ23年コロナで、えー、オンラインが多くなったんですけどやっぱりこういった形で、えー、実際に会ってお話をしてそしてミキシングをしてこうネットワークを作るというのは非常にあ,のありがたいなというふうに思う次第でございます。あの今回こうししてて開催そしてまたあの シンポジウムが開催されるということ、えー、牧野学長それからあ那須先生それから林プロジェクトリーダーはじめ岡山大学の本当に皆様方のご支援本当にあの感謝申し上げますし、えー、文科省それから中川 P をはじめ JST の方々またこのプロジェクトを何といっても大学も中心でありますけれども、えー、今日おいでいただいた安万代部長はじめ岡山県 そして中島座長をはじめとする産業界の方々そして農業 JA の方々の本当にあの一体となるプロジェクト形成本当にあの心から感謝申し上げたいと思いますすでにプロジェクトについてはもうお話しありましたので少しだけお時間いただいてあの国で今動いていることそしてこの地域再生地方創生についてちょっとだけお話をさせていただければと思います あのー、昨年の10月に岸田政権発足して、えー、新しい資本主義でありますとか成長と分配いろんなことを打ち出しましたそしてデジタル田園都市というのも打ち出しておりますで成長の第一の柱はこれ環境技術イノベーションであります。 そそしてしし、しててっかりととと成長しそして分配をするということなんだろうと思います。その中でも特にデジタル田園都市構想でございますけれどもここは何を言おうとしているかっていうと日本がデジタルで最大遅れておりますけれどもこのデジタル基盤をしっかりと作ってその上に地方創生っていうコンテンツを載せていくっていうのはこれがデジタル田園都市構想の大きな肝す。 でありますその上にどんな特色ある地方創生を載せていくのかっていうのはこれが肝でありましてこれらの自治体それから産業界の方々これらに金融も入ってそして大学の持っている地と人材をそこにで活躍してもらうこれが肝でございます。そのために 大学の地をそして人材をどう追い込んでいくのかっていうのが重要だというふうに思ってございます特にあの日本経済最近伸びておりません給与も伸びておりませんこの経済構造を転換するためにそしてあの生活であるとかビジネスモデルを変えるにはやっぱり大学の地っていうのが重要でございましてこれは決してあの大学がということではなくて大学に基礎研究をしっかりとやってもらってその地をビジネスモデルに に入れていくっていうことなんだと思います先ほどの梅原さんの方からもありましたけれども日本いろんな策政府やってますけれどもそれを地方という視点でしっかりと見ていただいて国に物申していただければありがたいなというふうに思ってますそのためには産官学そして金融ここが一体となって進んでいっていただけるとありがたいなと思ってますまた加えまして経済を変える 経済を再生するためには、新しい地の人たちが生き生きと活躍してもらうことが重要で、そのためにはもちろん大企業ってありますけれども、中小、そしてまたスタートアップっていうのは重要であります。新しいビジネスを作っていくっていうことだと思っておりまして、こういったあの？ 競争の場から若い人たちがあるいは地方のいろんな企業の方々がスタートアップ含めて活躍してくれることが願ってありません。でそういう意味も込めて先月政府ではスタートアップ5カ年計画っていうのも作りました。大学の地がいかに社会に実装してビジネスを変えていくとかっていうのが重要でございます。ぜひともあの、えー 私どもの支援ということではなくてですね一緒に、えー、ぜひぜひ一緒にこう地方再生経済再生っていうのをやらさせていただければありがたいと思いますそのためにぜひ皆さんのお力を貸してほしいというふうに願ってありません今回の競争の場拠点ではダイバーシティ農業っていうことがキーワードでありますけれども、えー、本当にあの若い人たちが活躍できる場そういうのを作っていただけるとありがたいと思います最後になりますけれどもあの来年 ウサギ年でありますが、私あのもう虎年で過ぎてしまいますので是非是非岡山大学岡山県域の取り組みに成功記念いたしますし是非ともそれを成功事例として 他の地域拠点にも広がってもらえばありがたいと思ってます決してあのこの競争の場だけにとどまらず次のプロジェクトそれからまたその次ということで100年200年続くような発展を記念してみませんここにお集まりの皆様方それから参画していただいている皆様方のご健康をご健勝を記念いたしましてご挨拶に返させていただきます本日はどうもおめでとうございます 松尾様ありがとうございました。 それでは、令和4年度 COINEXT に採択され設置するダイバーシティ農業による地域イノベーション競争拠点の紹介と、本拠点において岡山大学自治体、参加機関等関係者の皆様と共に取り組む研究開発課題についてご紹介いたします。はじめに、本拠点設置責任者、岡山大学研究担当理事副学長、 那須康友よりご挨拶を申し上げます皆さんこんにちはただいまご紹介いただきました研究担当理事の那須でございます拠点紹介に先立ちまして設置責任者として一言御礼申し上げます今日はあの事務方が書いてくださったスピーチ用意してたんですけど 先ほどの来賓の皆様の熱いお言葉を聞いてちょっと急遽変えました <laughs> あの今日中川プログラムオフィサーから熱いメッセージをいただきましたこれに先立ちまして11月の26日にですね日曜日にわざわざあの中川プログラムオフィサーはじめ西村副プログラムオフィサー JST の方々が 岡山に来てててくださって我々メンバーを集めてですねやはり熱いいメッセージをたただきました今日も4つの,その拠点ビジョンをしっかり作るそしてバックキャストをする100年10年100年1000年目指してほしいそして社会を変えてほしいという非常に今までのいろいろな私ども国のいろんな機関のプロジェクトをやってまいりましたが。 これほど熱いメッセージをいただいたことはございませんでした今日も改めていただいたということで大学としてです、ね、しっかり取り組んでまいりたいと思いますでこういうプロジェクト今まで実は大学というところは大学の中で人物金を集めて拠点を学問の拠点を作ってきたとそういうことが中心な活動でございましたしかし このプロジェクトはいわゆる大学という中から我々が外に出て外という、まあ、町という舞台農場かもしれませんそういうところに我々も出て地域の皆さんと一緒になってさまざまなものを作り上げていくというそういう方向性これに我々岡山大学はシフトしていく先ほど松尾事務局長の話がありました 我が国デジタル田園都市国家構想を岸田内閣が進めておりますそれを先導するプロジェクトを紀美中央長でデジタル田園健康特区も私ども関わっていますこの二つは地域をしっかり変えていくそれとともに我々大学も変わっていくというそういうことでございますちょうど私四月から 牧野学長の後を継いで本学の学長に指名して拝命することになりましたこの方針をそのまま私の任期の間にしっかりとですね根付かせてこの地域を変えていきたいと思いますまあそういう意味で今日はあの決意表明をさせていただいたということになるかもしれませんで早速でありますがただいまからあの 地域のこの今回のプロジェクトの取り組みの紹介をさせていただきたいと思いますでは林先生よろしくお願いいたしますありがとうございました続きましてプロジェクトリーダーを務める岡山大学研究担当副理事学術研究院自然科学学域教授林康彦より拠点の説明をいたします 皆さん、こんにちは。ダイバーシティ農業による地域イノベーション競争拠点のプロジェクトリーダーを務めています、林でございます。本日は、来賓の方々をお迎えし、また、多数の皆さんに参加いただきまして、本シンポジウムを開催できますことを心より感謝申し上げます。まず、私の方から本拠点立ち上げの経緯と、拠点全体の説明をいたします。 岡山大学は先ほどもありましたが、ありたい未来をともに育み、ともに作る研究大学をビジョンに掲げ、2050年には持続可能で多様性と活力にあふれた地域社会、岡山県の実現を目指しています。岡山県は果物大国と呼ばれ、高級果樹の桃やぶどうの生産量や 全国シェアが高くブランド力も高いという特徴を有しております桃屋ぶどうの一部の品種はほとんどが岡山県産という状況でもございますまた桃屋ぶどう農家の数が全国でも上位数が全国でも上位で長い歴史の中で栽培技術をえ築き上げえ熟練果樹農家の が多いということも特徴でございますこのような背景で我々は高級果樹果樹農業を岡山の強みと位置づけましたところで岡山大学は動物植物動物学農学に強みを持っておりますお互いの強みを掛け合わせ果樹農業が抱える課題を解決することで 持続可能な果樹農業を実現すると考えておりますこれまでに長期的な視点で地域の農業全体の課題を解決し農業を起点として地域社会の発展を目指すため岡山大学が代表機関となってダイバーシティ農業で岡山を活性化する車座表議会を立ち上げていますここで多数のステークホルダーと議論を重ね また栽培地を訪問し収納者と議論を重ね現場の声を聞いてきましたそこから3つの大きな課題が見えてきました1つ目は収納者が減少し高齢化が進み2045年には高齢化率が50%近くになるという栽培地の担い手後継者の 確保育成という仕事に関すること。二つ目は、桃の出荷量が少なく知名度がいまだ低いこと、果樹農業が気象や品質の変動を影響を受けやすく、経営が不安定であるということで、農業経営の効率化、流通加工の活性化という活力に関すること。そして、就農者は健康や 農業農作業事故に不安を抱えており農業従事者の健康安全を確保するという暮らしに関する課題さらに果樹栽培では ICT やロボット技術を導入したスマート農業の導入が非常に困難であるという課題もあります課題を解決し多様性に富み活力あふれた地域社会を実現するために人の多様性 経営の多様性健康管理の多様性など多様性を果樹農業に導入したダイバーシティ農業の必要性を提唱しましたダイバーシティ農業とはさまざまな人がさまざまな形で農業に携わることですデジタル技術を駆使し例えば仕事に関する課題の解決では熟練農家の技術をブレイクダウンし 栽培方法などオーダーメイドで提供することで技能向上を図り農業に関わるチャンスを増やします仕事活力暮らし3つの課題を総合的に解決することで新規就農者の増加にもつながると考えていますこれにより家樹栽培における個人のやりがいや喜びウェルビーイングの向上につながりこれが 農村社会の幸せにつながり多様,多様な農業新規就農者の増加につながり With ポストコロナ時代において農業を起点とした持続可能な地域社会が実現できると考えております。本学は総合大学で農学はもとより資源植物研究所科学研究所や工学部経済学部医学部 学生主体のデータサイエンス部などの総合地を活用し福島大学岡山県をはじめとした自治体生産農業組合企業とタグを組んで地域の果樹農家とともにさまざまな問題を解決していきます本拠点ではダイバーシティ農業の推進により多様性に富み活力あふれる地域社会の実現というビジョンを達成するために 仕事活力暮らしそれぞれの課題に対して三つのターゲットを設定し三つの課題を実施します研究課題についてはこの後課題のリーダーより説明いたします以上簡単ではございますが拠点の紹介とさせていただきます続きまして 本拠点で取り組む3つの研究開発課題につきまして3名の課題リーダーよりご説明申し上げます研究開発課題1リーダーを務めております学術研究院環境生命科学学域の福田でございます 技術支援を取りまとめる課題1を説明させていただきます。ダイバーシティ農業を実現する上で、収納者、地域を支える収納者の確保と育成が重要と考え、それを支援するシステムを参画機関とともに、まずは地域特産の果樹の特産果樹の桃で構築していくことを目指します。桃栽培は毎年状況が異なる。 自然条件下で大きな木で栽培しながら果実品質の安定を実現させております。そこには多数の技やノウハウが詰め込まれておりまして栽培経験を積まないとなかなか理解が難しいところでございます。したがって収納後の定着を促すために早期からこの栽培のポイントを理解することが必要です。そこでロールルモデル生産者の 当社桃生産組合が栽培技術情報とみなまが集いますモデル園地を提供しこれらの技術や環境を読み解いて3つのポイントから支援するシステムの開発を目指します1つ目は農家の暗黙知的あごめんなさいすみません一つ目は農家の暗黙知的匠の技を伝承可能な形式地にすることです早期にレベルアップを望む生産者から 要望が多かった体験的に理解ができる栽培技術の動的マニュアル化やオフシーズンでも利用可能な技能習得シミュレーターの開発を進めます。そのためにまずコツがいる作業時のですねベテランの生産者の動きや判断能力を明らかにしていき体験する視線の比較解析やベテランの動きを 実体追体験します VR 動画の作成を生産者とともに実施してまいります二つ目は木作りを習得予測するシステムの構築です木作りは産地の考えや個体のばらつきでとても難しいというか理解しづらい栽培技術ですがその理解をの補助を進めるシステムはこれまでありませんでしたそこでベースとして PC 上などで俯瞰的に受体を見る 3D モデルの形成方法を検討いたしますそのモデル時の特徴解析研究を介して栽培法に合わせた果樹育成シミュレーターの開発を進めますこれらの経過を示しながらニーズを聞き取り欲する機能や活用の仕方を相談していきます三つ目は経験や勘に頼らない農地の 状態把握ですこれまで熟練生産者は経験や勘で栽培歴を決めてこられたのですがどのような情報がある作業と関連付けられるのかということが分かれば経験や勘を補うことができます産地やで品質や栽培状況を揃えるためにもそういった情報の共有やブラッシュアップが必須ですそこでモデル園地を中心に様々な環境モニター項目について それぞれぞの専門家と評価解析を行い栽培情報を統合しましてデータ蓄積をしながら作業を促すシステムを作っていきたいと考えております。これらを実現していき一定規模でも安定した生産や適期の管理を通しまして産地の持続収納者の定着につなげます。最後に、現時点の開発体制と、 課題1の開発項目をまとめます。育成期間で岡山大学、福島大学及び三角8企業とで利用しやすいシステムと、今後の追加技術の開発を進める相談をいたします。2年後からの本格型では、ブドウ生産など他の作目の横展開も加えて、アシストする技術の開発を促していきたいと考えております。さらに育成期間における取り組みの発展以外にも、 収納者を緻密に支えますバイオセンサーや新規の技術開発を進める場となるよう、この場を活用していきたいと思っております。以上ですありがとうございました と皆さんこんにちはあの研究課題開発2の代表を務めます岡山大学グローバル人材育成員の田田井と言います、えー、専門は農業経済学だら資源管理学といった農業を取り巻くいろんな問題を社会科学的な見地から研究をしてきました、えー、この研究課題2の方では岡山県農業に関わっている全てのステークホルダーに何らかの形でメリットが発生するようなま地域全体のモデルを考えていこうというのが課題の目的になっております 前のシートにもも、ありますけれども農業といったものは生産から消費まで物理的時間的に非常に長いフローを持って構築されています。まず農薬や肥料といった農業資材の調達さらに農地農道洋配水路といった農業インフラの維持管理という栽培米のところそれから実際に補助での農産物の栽培そこで生産された農産物を卸売市場や 実事者まで届ける物流といったロジスティックさらにそれを販売する農産物も実際に販売するマーケティングで最終的にはその農運ばれてきた農産物を実際に購入する消費者の購買行動といった多くの長いフローで構,構成されています課題2ではこのようなフローに関わっているステーク,テークホルダー全員にお金のような経済的なものだけではなく心理的な要素のものを含めた ウェルビーングのような総合的な付加価値の創出と循環ということが可能となるような農業モデルってものを考えていこうというふうに考えておりますではこれからのまあ近々の2年間つまり育成期間でどのようなことをやっていこうかっていうことに関して説明させていただきますまずは岡山県内におられます約4000個の果樹農家さんを対象としてアンケート調査の実施を考えています このアンケートではどのような農家さんがどのような生産基盤でどのような経営戦略が持たれていてどのような意識で果樹生産を行っているかということを知ることを目的としていますこの結果から岡山県内の果樹農家の多様性つまりダイバーシティの程度ってものを計測することができると考えていますさらに県内のそれぞれの各機関が所有している農業インフラの地理的なデータっていうものを収集してマッピングを行います そのマップとアンケート結果とを組み合わせて岡山県の果樹生産のポテンシャルというものを測っていきたいというふうに考えておりますさらに岡山県内で生産された果樹を大阪や東京などのハブ機能を持った卸売市場で有利に販売していくためのマーケティング戦略の構築も行います現在のところえっ、ー、と岡山県産の果樹といったものは東京や大阪といった市場でのシェアは低い状態になっています そういった中でも高い評価を受けている岡山県産の果樹の優勢は何かその優性を維持していくためにはどういうことをすればいいのかということを考えていきたいと思っておりますまた岡山国内の人口減少に伴って果樹市場というものは縮小していくと思われますので、まあ、これからは海外特にアジアといった市場が重要になってくると考えますのでそういったところの輸出というのもターゲットにしながらマーケティング戦略も考えていきたいと考えておりますしかし実際の作った 果樹っていうものが、実質者、消費者の元に届かないと構築されたマー,、えー、マーケティング戦略といったものが絵に描いた餅になってしまうと思っております。なので、それの物流といったところですね。今物流を取り巻く環境は大きく変わってい,いってますので、構築された構築したマーケティング戦略を実現できるようなロジスティックの在り方っていうことを検討していきます。で、今説明しました。ような研究課題をサポートしていくためにここにありますように。多くのけん。 多くの生産流通販売に関わっています企業自治体の皆さんに参画していただいておりますさらにえっと僕自身ではこれ10年20年続けることによって農業以外の分野にも貢献できるんじゃないかなというふうに考えています、えー、多分市場発これまで人類が経験したことがないと思うんですけども人類の人類人すいません人工の自然現象の社会に入ってくるんじゃないのかなとなっていて そういった中ではこれまで人口は増えてくるってことを前提にしてきた社会システムってだけじゃなんかうまくいかないんじゃないかなってことを危惧しています。で先ほどからお話ししておりますけども農業自者の減少高齢化が進んでいる農業でさらに多様性ダイバシティに富んだ農業ってものを対象にすることによって社会全体のウェルビーイングの向上を目指すような本,本プロジェクトで行う研究調査といったものは これから迎えるであろう人口減少社会に対応することに対して何らかのヒントが出てくるんじゃないかなっていうことを期待しています。以上で研究課題2のこのご説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 はい皆様あこんにちは、えー、研究開発課題3の、えー、収納者の安全健康管理システムの構築を担当させていただきます、えー、チームリーダーの、えー、学術研究員医薬、えー、学域の笠原です私はあ普段ですね、えー、心臓血管外科として、えー、働いておりますが今回この、えー、研究開発課題3に関してはですね えー、収納者の安全・健康管理システム、えー、収納者に、えー、健康から、えー、下支えしようということで、えー、参加させていただいております。まあ、今回、ですねこの解決すべき課題、背景としては、まあ、この年間死亡率というのは、全産業の約10倍に当たります。これは本当に驚くべきことで、ですね、えー、建設業の2倍に当たるということであります。 さらにこれが増加するということですが皆さんご存知のように、えー、農薬屋外の肉体労働におけるような短期長期の疾患リスクまああの高齢化社会になりまして収納者もかなりの高齢になってきております。まあ、話を聞くところによりますともう果樹は比較的こう若い世代に受け継がれてきたということでありますけれども。 まあなんとかですねこういったリスクファクターを精査して包括的な安全、それから健康、これも精神的なことも含めてですけれども管理システムを構築したいというふうに思います。これが岡山で農業をしたいんだと何かこうインセンティブにつながるようなサービス岡山に行ったら健康被害もならずに農業に従事できるんだと。 まあ、そううういいいいいっったサービス構築ができればいいなというふうに思っています私はこれまで、まあ、いろいろなあモニタリング生態モニタリングというところに従事してきましたあ家にいても心電図が取れるような、まあ、なんとかそういったことそれから寝ている間にですね、えー、脈心拍そういうものを取るようなモニタリングをしてきましたこれがあ具体的な取り組みとして、えー 機とか補助内のの事故の減少さらには、えー、救急早期発見システム農薬暴露メンタルヘルスの向上就農者の長期的な管理としての健康相談、まあ、そういうものにつながるのかなと思います。先ほどお那須副学長の方からお話がありました吉備中央町の、えー、デジタル田園健康特区 それも、えー、我々はあ参与しています。誰一人として取り残さない社会をつくる。これは健康もそうですけれども、まあ、そういった社会をつくれるような我々の取り組みを生かしていきたいなというふうに思っております。で、このことを解決するために、まあ、ステージゲートを通過するというために、 我々は実態がどういうことかということも含めてアンケート調査をさせていただこうというふうに思っています健康という立場それから事故を起こさないという立場この二面から行わせていただくことがいいのかなというふうに思っていますこれは JA それからまあ厚生連の方たちとも協力しながらアンケートどんなことが収納者 それから学会ですね、農村医学会、まあ私もあの属しております遠隔医療学会、まあそういうあのことを通じましてアンケート調査、それから実際に農業をしている方にどんな健康被害があるのかということを調べさせていただこうというふうに思います。まあ今後ですね、将来像としてそこから浮かび上がってくるような。 まあ何かこうデジタルバイオメーカーマーカーそれから通常であるような検診システムの構築もちろんいろんな農機具の,あの開発にもつながるこれが我々まあ健康という面から大学発の農業コンサルタント会社のような、まあ、そういった通常である企業と同じようなシステムが構築できればなというふうに思います。 これが継続した持続可能な10年後さらに100年1000年と続くような農業であるということを私は祈りたいというふうに思っています。で最後にですねこの,あのものを、うん、キックオフシンポジウムの,あのものをスライドにしましたけれどもまあ,あの農業それから農作物も生き物です。我々が対応している 医療も生き物です同じような立場から同じような考えで下支えさせていただきたいなというふうに思いますまあ将来的なですね究極の目標としては魅力的老若男女、うん、収納スタイルの改革それを目指していきたいというふうに思います。以上ですどううもありがとうございました 先生方ありがとうございました。以上ダイバーシティ農業による地域イノベーション競争拠点の紹介と拠点における取り組み紹介でした続きまして岡山県内で先進的な農業経営を展開している桃生産者の試みについて総社桃生産組合組合長秋山陽太郎様よりご紹介いただきます 失礼します。ただいまご紹介を預かりました、総者桃生産組合、秋山でございます。よろしくお願いいたします。本日は、総者桃生産組合の日頃の活動につきまして、簡単にご紹介させていただきます。総者桃生産組合、岡山県という大きい桃産地の中では、比較的小さい産地でございます。昭和,40昭和43年に日本一の桃作りと高収益 経営安定を目的に組織されました現在生産者といたしましては12個それとは別に現在研修中のものが2名栽培面積といたしましては現在約23ヘクタールただしそのうち育成中が約12ヘクタールございます先ほどまでのお話の中で農業界特に果樹生産の中の平均年齢等のお話もございましたが そういった全国的なものからすると非常に珍しいことではございますが平均年齢といたします約40歳で周数ではございますが販売額としては1億円を超えるような産地となっております栽培において岡山県自体は割と難しい技術が必要な品種を多く栽培しているのでございますが その中でも割と特殊な栽培法を用いておりまして天候による品質のブレ等を最小限に抑え高品質安定生産というものを実現できるような栽培法を実践しております当然ベテラン経験が長い農家が蓄積した技術というものがありますけれどもそういった技術をマニュアル化 それから関係する生産者生産家族全員が参加しまたディスカッションを行いながら一つ一つの作業を共同に研究していく研究会というものを作業作業の時期に合わせて随時行うことによりまして生産者間の技術,技術共有を高いレベルで 続けておりますこれは新規参入者経験の浅い農業経験のない若い子たちでも一流のものが生産できるようなマニュアル化というものを目指して続けておりますまた技術は閉じ込めるものではないという観点を持ってございまして多産地多地区への栽培指導や視察受け入れ等も随時行っております えまた、えー、国内トップクラスとなります、えー、長期間多品種での栽培を行っております、えー、個々の経営は桃選作専業、えー、ではございますが、えー、その桃の中でも非常に長い期間、えー、多くの品種を栽培しております、えー、ここは今主だったものだけ挙げておりますが、えー、ここに載ってないものも含めると大体45品種 ほど栽培しておりまして5月の最下旬から12月ぐらいまでかなり長期にわたっての桃栽培販売を行っております生産者は通常でありますと畑から自己それぞれ個人の作業場なり何なりに持ち帰って作業を行うんですが 当産地の場合は直接共同の専果場へ持ち込みまして全量出荷といたします製品から加工品まですべて出荷いたしまして廃棄率は3%以下となっております一連の出荷に関する作業を一貫して専果場従業員の手で行う完全完全手作業による強制を行っております で岡山県の桃自体が全国的な他の他県産地よりも単価は高い傾向にはあるんですけれどもその中でも特異的に高くキロ当たり1000円を超える日本一の単価を取る産地となっております徹底的な仕組み検査とあくまで消費者目線での選果作業を行いまして高品位均一化を実現しております そういった中評価信頼度は極めて高くクレームは圧倒的に少ない現状でございますまたそういった流れから別注<ー>海外輸出等へもお声がけをいただき取り組んでおりますまた販売先等へは産地自らがさまざまな提案を行っておりますあくまで出荷する規格ありきというわけではなくニーズに合わせフレキシブに 新たなシーンの創出から考えてて行っております、まあ、スライドの方いろんな写真載っけておりますが実際の販売店舗以外にもゲームアプリで桃を育ててうまく育てれたらそれが届くというようなことまで多岐にわたって提案を行っておりますでよくベテランさんの生産者、まあ、桃に限らず言うんですけど うちのもんは、えー、食べておいしいんじゃと食べりゃ分かるから食べてみぃ、えー、よく言われるんですけど食べておいしいかどうか分かるのは当たり前、えー、食べる前にいかに手を手に取らせるかというのがやはりネックになってきます、えー、特に近年はその商品自体のものではなく商品の背景にあるものをそれを丸ごと楽しむという消費者も非常に多くございます そんな中産地の空気その産物の背景を届けるために生産者自らが顧客の方を出向くことも多くなってございます。また海外輸出の方ももう10年以上行っておりまして近隣アジア等が中心ではございますがさらに特に香港を中心に飽和状態も年によっては見受けられますので。 アジア圏以外の輸出先へもどんどん開拓し広げていっております特に当産地冬場の桃等もございますのでそんな中欧州圏また中東圏への引き合いも強く頂い,いておりますここから生産の方に戻りますけれども悠久農地耕作放棄地 近年よく騒がれておりますが総社市の方もご多分に漏れず非常に多い高速放棄地でございますそういったところを産地として整備いたしまして新規参入者へ渡すような流れを作っておりますこれは産地の生産者個々が協力して自主的に復旧作業を行うこともありますし 公共事業等をを活用して大規模に整備を進めることもございます廃業した方の廃煙等を渡していくのではなく大規模な機械化も視野に入れた経験がない方でも作業がしやすい安全に大規模経営ができるような延長を確保するところから始めております。 また、えー、収納希望者への対応等は随時、えー、行っております、えー、都市部で行われます、えー、収納相談会への参加はもとより、えー、産地での、えー、視察、えー、受け入れまた体験研修、えー、住まい住居等の、えー、空き家バンク等への連携も行っておりまして 現在まで8名が研修を終えて実際収納をしておりますまたメディア対応等は割と面倒くさいことも多いんですけど極力若手中心に頑張って受け入れておりますそもそもやはり農業つらい厳しい汚いっていうイメージがいまだに強くございます そういったところ興味を持ってもらうところから始めないといけないなと思いまして対応はしっかり行っておりますでさらにブランド向上を目指しまして多方面で連携等を行っておりますえちょっといろんな写真載せましたがちなみに左上となりますとやはり鳥獣害の被害そうじゃしてもございます特に近年はカラスの食害 とかなりございまして、まあ、今まで生産者独自でさまざまな対策はしておったんですけれども近年は高さんと連携することによりその栽培エリア近隣丸ごと高を奉仕することによって被害を抑えるような取り組みも行っております。また 岡山大学さんをはじめとする研究機関さんと連携いたしまして長期貯蔵へ向けた冷蔵実験であったりまた品質向上へ向けた研究も行っておりますし将来、農の担い手になるかもしれない子どもたちへ向けた食育また耕作放棄地今まで地域の農業になってきた れお歴々の農業者の方々地域の、えー、顔役の方々と連携して耕作放棄地を開き直して整備していくようなことも、えー、行っておりますで総理も生産組合の特徴といたしまして昨今、えー、JA 離れ農協離れよく話になるんですけれども、えー、あえてかなり密接に連携をさせていただいております 販売先等は産地そして、文部生産組合が主導で決定するんですけれどもその後、JA さんと連携いたしましてさまざまな直接販売の契約等も結んで有利に進めておりますまた物流に関しましても系統出荷だからこそ利用できる配送ルート等を有利に利用しております。 また桃と言いますとどうしても夏場の出荷期間のみの雇用が中心になることも多いんでございますがそこを産地、近隣 J と連携することにより多品目の産地との連携で雇用の協力通年雇用というのを実現しております。 で、えー、まあ今後この展望といたしまして、えー、桃というものがやはり、えー、岡山に住んでいる人は岡山まあ桃あるよねっていうのがあるんですけれども、えー、もっと地域の方々が誇りと思えるようなものに、えー、持って行きたいなと思っております、えー、全く携わったことがないような方でも、えー、将来都市部で仕事をされているとき、えー、その飲み会の場でもどこでもいいので。 えー、俺の地元桃がすげえんだよとそういった話が自然と出るような、えー、実際作ったことがないような方が誇りと思ってもらえるような、えー、産地になっていきたいなと、えー、考えておりますそういった中で、えー、私自身もともと親が、えー、桃をやっていた、えー、タイプではございますがそういった人間じゃなくても、えー、近頃騒がれている新規就農者 というもの珍しい見方をされるようなパターンではなく普通に大学卒業したらどうしようかという自分の将来を預ける職業に自然と選択肢に入ってくるような活動を産地として続けていきたいと思っておりますし今回のこの競争の場の取り組みがそういったものへのつながりとなる ことと希望しておりますので今後ともよろしくお願いいたします以上で私の発表を終わらせていただきますどうもありがとうございました秋山様ありがとうございました続きまして岡山県として農業現場をサポートしてこられた岡山県農林水産部部長万代博様よりその取り組みをご紹介いただきます 失礼いたします岡山県の農林水産部長をしております万代と言いますどうぞよろしくお願いいたしますえ今日、えー、前にスクリーンありますけど果物王国岡山の取り組みについて4点お話をさせていただきたいというふうに思っていますえ果物について特に桃とぶどうについては国内外でのブランド化を図る施策に取り組んでおります資料の左に首都圏を右に海外を置いておりますが観光や認知度向上などの施策と連携して 対面販売それから EC とデジタル活用によるプロモーションを積極的に展開しております首都圏では令和3年の農産物販売金額31億円というのが右の上にございますそのうち桃とぶどうで22億円他県産地と比較してもう非常に高い単価となっております それからあの果物専門店、これ首都圏ですけども、こうしっかりと連携をさせていただきまして、先ほど秋山さんの話もありましたけども、岡山さんフルーツのストーリーというのをしっかりと解説しながら売り込みを行っているというようなことをやらせていただいてます。それから海外ではですね、令和三年に初めて10億円を超えました。そういう中で輸出金額の95%がブドウと、で3%が桃という状況です。 それから台湾と香港で輸出先の95%というのがなっているのが現状でございます。ターゲット市場でのタイミングを捉えたプロモーションというのを行っております。この中でですね、イーシー市場というのは拡大をしております。本県ではデジタルマーケティングの手法を用いまして、一番下にございます県特設イーシーサイトでの販売も伸びているという状況にございます。 桃についてちょっと見てみますとこれ首都圏ですが一番下だいたい相場感として100トン前後1億2000万円ほどの販売になってますそれから同じく桃の輸出ですが25トン前後3000万円ほどの金額になっている状況ですでこちらがブドウですブドウについてはこれ首都圏ですが一番下にございます1000トン前後20億円ほどの販売 それから輸出については400トン前後10億円ほどの金額というような状況になっております。ちょっとエリア別の販売状況を表にしておりますが見ていただきたいのは一番上ですね桃の関東圏というのが代表し代消費地の関東圏が非常に少ないというような状況がございます。 えっとちょっとこれ見にくい資料で申し訳ないんですけどもちょっと生産技術についてのえ状況を少しだけお知らせをいたしますとえ水田転換によりりままししてて事の省力安定サイバー技術をを開発をしておりますえ写真上段にはえドローンを活用しまして排水性の診断や適正性肥料を診断する技術それから写真下側でございますが AI を活用して 3D 画像を解析してまあ精子選定を可視化する技術というようなものもえ行っております。 それから右下ですが、えー、選定が容易で生産性向上につながる、いわゆる桃の、えー、Y 字樹形、こういったものの普及というのも行っております。それからです、ね、あの遺伝子マーカーも活用して、これ、ブドウの例ですが、えー、ブドウや桃においても遺伝子マーカーを用いた効率的な、えー、育種技術ですね、そういうものの開発にも取り組んでいます。 それから今度農地の方なんですけど農地の集積等による産地の整備についてでございます今力を入れてやっておりますのが5ヘクタール規模のハイブリッド産地の育成に取り組んでおります最も重要な地域の話し合いっていうところがございますがここに市町村や JA 等関係団体とともに強力に支援を行うとともに施設への補助というのもやらせていただいておりましてこれまでに 44ヘクタールが事業化27人の新規就農者を確保というのを下で赤字で書いております。それも受けまして今後さらに複数の市町村において規模拡大に向けて話し合いが活発に進んでいるという状況にございまして面積の拡大というのも非常に期待できる状況にあるかなというふうに考えております。それから新規就農者の推移を並べております。 えー、岡山県大体年間150人というのを目標にあってまして、えー、大体通年をおいて、えー、必要な数というのが確保されていますそれから下,下から2段目の新規参入ということでこれ非農家出身の方の数字もまとめてますけどあのー、いろんな方の参画をいただいているという状況にございますそれからですねちょっと3つ目として非常の評価というのも えー、お伝えをさせていただきたいというふうに思ってましてあの私自身も直接市場の方とお話しすることもございますし、えー、東京と大阪にそれぞれあの市場の駐在員というのを置いておりましてそこからの報告を受けておりますその中でちょっと主なものをピックアップをさせていただいておりますが「えー、桃の産地といえば岡山」と答えるほど都市部での知名度は抜群と「ギフト向けに高い人気があり中堅シーズンには引き合いが強い」 一方でシーズン後の入荷が不安定で都市部の百貨店量販店では扱いにくいというような指摘を受けることもありますそこで白鸚とか白露といった奥手の品種桃の奥手品種を育成をしておりますがまだまだ量が少ないという状況にございますそれから秋山さんの組合も栽培されてます11月12月に出荷される冬桃語りこれはさらに生産量が増えてくれば 冬のギフト生母商品としての取り扱い増加も期待できるというふうに言われておりますそれから世代を問わずパフェなどスイーツの需要というのは高いです今後インバウンド需要が回復することを見通せば7月から12月までの長期間継続して白桃出荷できるようにすることも県産白桃 PR に向けて重要であるというような指摘もいただいています現在10月に出荷できる白桃品種というのは、えー、ありません こうした品種をもとに出荷時期が連続するような品種育種を進めるような発想があってもいいのではないかとそれからギフト用として白トプラスアルファは狙ってはどうかということで例えばまあ色の違う桃を組み合わせるような発想があってもいいのではないかというようなお話もあります。他県においては、 えー、同じように白桃というのも出荷を始めておりまして、えー、レベルも高くなっておって百貨店のギフト商品にすでに組み込まれている他県の白桃というのもございます。そういうことを踏まえ先を見据えると、ちょっと岡山県産白桃であっても油断をできない状況にあるというようなご意見もございます。それから下側がブドウでございます。えー、シャインマスカットというのは、えー、高単価を背景に全国的に栽培面積が増えて出荷量も右肩上がり。 に増える中でありますが今年年秋以降は前年単価を割りり込む状況になりました今までは回答給少し品質が悪いといいますか回答給もそれなりの単価がついておりましたが今後産地間競争は月下が見込まれるということで社員の場合北海道から鹿児島まで栽培が可能ということで栽培月下というのは予想されます。 それからアジア市場では海外ととの品質競争も月下するることが予想される特に中国のシャインマスカットの栽培面積というのは5.3万ヘクタールということで日本の面積の30倍ですが、まあ、品質やばらつきの低下というのが問題がありますが生産量の増加というのはさらに増加するというのが予想です。で韓国については2019年1,800ヘクタールと書いてます。 これが2年で3,570ヘクタールということで日本の倍め栽培面積の倍というような状況になっておりますなおかつアジア市場へのシェア拡大を目論んでおり日本産と競合する可能性というのは非常に高いというふうに言われています県産ブランドの維持には大粒で品質の良いシャインマスカット安定的に供給する体制づくりというのが何より重要現在おおむね高い評価を受けておりますが 生産者間のレベル差それから産地によっての選果選別の良し悪しというのも指摘されることがございます現状に甘んじることなく県全体のレベルアップを目指していく必要があるというふうに言われております社員マスカット人気を受けて長野山梨の巨峰というのも社員マスカットへの切り替えが進んでおりましていわゆる黒系ブドウというのが一時的に減少するという中にあって大粒で食味の良い岡山県のピオーネというのは非常に評価されております でオーロラブラックについても、えー、需要が高まる中弦需要それからお盆前に出荷量が少なくおろし中おろしからは安定的な供給の要望が高いシャインマスカットの高収益性に圧倒されて導入が進んでないですが脱流,に脱流しにくく粒が大きい特徴を生かし生産振興につながる取り組みが必要社員をはじめ種なしで皮ごと食べられる品種は、まあ、消費者のニーズが高いということで、えー 顔ごと食べられる黒系の品種が岡山県にあれば良いとのお話も時折聞いているという非常に難しいような話もいただいておりますえっと全国の桃の状況をちょっと見てみますと出荷量というのは不安定ですで、そうした中岡山県の白桃というのは供給力強化というのがもうすごく求められていますただ右側にもありますようにシェアを見てみるとまだまだ低いという状況にございます からブドウを全国で見てみますと作、えー、付け面積出荷量というのは、えー、全国的な状況は減少傾向ですで、そうした中岡山県のブドウというのも桃と同様に供給量強化というのが求められています、えー、右側でまあ、大阪では一定のシェアを持っておりますが東京のシェアでは依然として低いというような状況もございます まあこういう状況を踏まえまして最後に今後の課題というのでまとめさせていただいておりますがえ今回の競争拠点の場に通じるんじゃないかなということであの我々も非常に期待しているところも多く含んでいるというふうに感じておりますが一番上にサイバー技術の見える化による技術伝承ということでこれ特に今回大きく取り組まれるかなというふうに思っております。それから2番目にデジタルの技術を活用して 先ほどの紹介させていただいたハーリブリッド団地のような農地集積それから生産性の効率それから3番目に儲かる農業の実現によるやる気のある担い手の確保ということでやっぱり儲かるようにならないといけないという視点です。それから最後にブランド確率とマーケティングで高収益化ということで我々首都圏海外を中心に認知度向上などを図っておりますがそういう視点も持ちながら高収益化を図るということ。 そして最後に何よりこれ秋山さんとたまたまダブってしまいましたが自慢の産地っていうのをやっぱり本県で拡大していくっていうのがあれ何より農業の未来に通じることかなっていうふうに思って今後,今後の課題ということでまとめさせていただきましたえちょっと早足で申し訳なかったんですけど報告は以上でございます。万代様、ありがとうございました。 それでではここで10分間の休憩を取らせていただきます。前の時計で15時28分まで休憩とさせていただきますのでお時間までにお席にお戻りいただきますようよろしくお願いいたします。 本日ご登壇の皆様をご紹介させていただきます JA 晴れの国岡山営農担当常務理事山本日吉様 かファーム代表、重森まりな様、<拍手 S 1> 岡山大学データサイエンス部副部長、熊谷宗様、<拍手 S 1> 株式会社、システムズ中島常務取締役、沼本昇様、ゃも桃生産組合組合長、秋山陽太郎様、 岡山県農林水産部部長、万代博さ様 <拍手 S 1> 岡山大学学術研究院環境生命科学学域准教授福田文夫様 <拍手 S 1> 岡山大学研究担当副理事学術研究院自然科学学域教授林康彦様 <拍手 S 1> ファシリテーターは岡山大学学術研究院、社会文化科学学,科学,学域教授、つもり之が務めます。ここからの進行は、ファシリテーターのつもり教授にお任せいたします。よろしくお願いいたします。 こんにちは岡山大学のつもりですよろしくお願いいたします <laughs> えっと本日のパネルディスカッションではですね本競争拠点の今後の可能性と課題についてパネリストの皆さんのご意見をお伺いしながらですね整理していきたいと考えております あの時間にもよりますけども、えー、最後に質疑応答の時間を設けたいと思っておりますで対面の方もおられますしオンラインで参加されている方もおられますのでですね、えー、とあのもしも質問があれば、えー、ぜひ積極的にご,ご発言いただければと思いますオンラインの方はあのチャットで、えー、書いていただければと思っております。 ただあの、時間が押してますので、もしかしたらなくなるかもしれませんので、その場合はあのご容赦ください。でまずう最初にですね、あどうぞお座りください。<laughs> 失礼しました。最初に、JA 晴れの国岡山の山本常務に、岡山の果物の農業のです、ね、課題について説明をお願いいたしします山本常務よろしくお願いします。 はいあの晴れぬ国農協の山本ですよどうかよろしくお願いしたいと思います、えー、前の方を見てやらせていただきますまずあの税としての課題と対策ということなんですがまあ今日話がありましたようにあの果物特にあの桃を中心に少し話をさせていただきたいと思いますよろしくお願いします次お願いします、えー まあ、通り一辺倒のこと書いてるわけなんですが、まあ、岡山県全体としてあるいは日本全体としてもそうなんですが、まあ、農業従事者は減少しております、えー、高齢化ですあるいは経営工事面積は減少ですという、えー、大きな前提の中での、まあ、対策と課題ということになりますただあの確かにあの減少しておるんですがあの農業生産額そのものはあまり減少をしてないんです。 で大きくはお米の生産が減りまして果物のまあ販売は伸びているとこういう状況です。で一番として生産面販売面を書いているわけなんですが、特にあの桃の場合は先ほど桃の話がありましたようにまあロジサイが受信でありますし、まあいろんな苦労をされておるというのが実態であります。これにつきましては省略させていただきます。それからあのまあ販売面なんですが、特にあの岡山の桃は 有名なだけに、まあ、長所と短所がありますよということですで特にあの岡山の門ということで、えー、贈答品にたくさん使っていただけるということがありますで贈答品にたくさん使っていただけるので贈答品の確保の時期は非常に有利販売されているのが技術であります しかし、えー、少し生産が多いときに贈答品の確保が終わ,り終わりましたらですね、えー、例えば今年、えー、なんかは、えーまあ、8月に入りますと桃、えー、の単価が1キロ3 0 0円というような非常に、まあ、あの厳しい状況を待ったわけで,でその反面,その,反面その時にデパート等で売られてるのは1キロ1 5 0 0円とかそういうようにその市場の価格とそれからあの、まあ、デパート等での販売価格 これの乖離が非常に大きいとこれはまああの問題となっておりますのでえまあ関係機関全体で,ですねこの対策はえまあ対応していかないといけないとそう思っております。それからもう一つあの販売面で言えることは先ほどあの農林事業部長さんの方からあの輸出の話があったんですがえまあ岡山県としてえ約10億円これの輸出をしております。ただこの輸出もですねやはりあの市市場場を通して東京市場 大阪市場これらを通してそこの仲買人の皆さんを通して台湾とか香港へ行っとるわけで将来的にはですねできれば系統として全農なり農協が買い取りをしてですね市場販売より有利に買い取りをして農家の皆さんに少しでもメリットがあるような形の輸出もやりたいとそう思っております。 それからあの、まあ、農協としての問題ということで書いておるわけなんですが、まあ、選果場施設、これ等が非常にまああの特に桃の選果場で言いますと、えー、館内10カ所ぐらいあるんですが県花10カ所ぐらいあるんですが非常にまあ老朽化しておりますし、えー、作業員のこともあのちょっと秋山さんの方からも話があったんですが、えー、そこら辺の,苦労あの過去のも苦労してるということです。ハレーニングには今合併して3年目に入っています。 実はあの私がですね。合併して一番最初の仕事一番最初に仕事をしたのが、総社の桃の選果場の <laughs> 屋根の改修だったんです。あのまあそういうことで、今日ちょっとああそうじゃったなと思ったんですが、一番最初に取り組んだのが、総社の桃の選果場の改修でありました。それから、あの3番目に市場の輸送と書いておるんですが、まあこれもですね。一昔前はですね。いくらでも運送会社の人がおられて。 いくらでもまあ安くて運んでいただいておったとこういう状況なんですが今はそういうことも非常にまあ苦労する時代に入っておるということでまああのせっかく農協としては合併しましたからえいろんな産地の詰め合わせをして東京とか大阪にも行くようになるかなとまあそうせんといけんなとまあそういうことも思っております。 それからあのまあ施設維持の収支改善と書いておりますが当然あの農協としての経営収支は厳しいものがありますがこれはまあ農協として努力をしてまあ収支改善をしていかんといけんとそう思っております次をお願いしますえこれはあのもう説明いらんと思うんですがえずっと桃の生産量は減少をしておりますとただし単価はのこぎり状態といいますかえ本当にあの年々、えー 物の単価は不安定な状況ですよというのが、えー、の表であります次をお願いします、えー、それではですねあのー、まあ、いろんなことを含めて、えー、晴れの国では、えー、大型直売所を開設というふうに、えー、計画をしております、えー、今年度中に、えー、まあ、着工したいとそう思っております次をお願いしますであのー、この直売所のまあ、目的とか考え方なんですが、えー、まあ、県内のお 果物、えー、これを県内の消費者の人に本当にたくさん味わってほしいあるいは、えー、県外特に、まあ、京阪神それから四国あるいは山陰、えー、これの方にですね多くのからに来てもらいたいとであの大型直売所の,あの場所なんですが相、えー、社市の山手というとこに考えております。それが2番目ととして、えーまあ、あの桃を中心に考えますと えー、価格下落時の買い支ええー、選果場等からですね、あのー、たくさん、あのー、直売所に買わせていただいてそれを売らせていただいたりあるいは桃農家の方が直接出荷もしていただいてそれを売らせていただいたりしたいとあるいはあのー、幅広い等級の取り扱いということで、えー、高級な子ここから買い等級まで、えー、いろんな桃も売らせていただきたいと、まあ、そういうふうに思っております。 それからあの3番目にリレー出荷というのを書いておんですがまああの先ほども話があったわけなんですが長い期間桃の出荷という話があったんですがそういうふうに一つ産地で長い期間の出荷をしていただけるところはそうしていただきますし県下は標高の低いところからそれから標高が700メートルぐらいまで桃の産地があるわけなんですがそういうところも考えてまあ桃だけなしにすべての品目の リレー出荷というふうふに考えておりますで、あのー、農協の方で各地区から集荷をさせていただいてさせていただいてまあ販売したいとそう思っております。それから、あのー、4番目に消費者との交流観光事業との連携というのを書いておすが特にやはりあのー 消費者の皆さん、まあ、農協会や純金の皆さんを含めてなんですが、えー、そういう方の意見も聞かせていただくということで、まあ、あのそういう直売所を通じてあの消費者の方の意見を聞かせていただく、えー、こういうことも、えー、考えておりますしそれからもう一つは、まあ、あの観光事業との連携ということで、あのー まあ、あの山瀬というところにはすぐあの隣にあの50のが国分寺の50の塔がありますあるいは美観地区がありますということでもありますしもう一つはあの観光協会の皆さん等も,も話をさせていただいて例えば例を挙げますと美精地区では豚の生産があります。 えー、豚肉なんかもまあ後から少しで出,出てくるんですが、売らせていただいてですね、そこで、えー、食べていただいて、夜は美スの星空を見に行ってほしいと、まあそういうような思いもあります。で次お願いします。えー、これがあの予定をしております大型直売所のまあ、あの。 こういうふういいいな建物を建物てたいという状況でありま,すまああの売り場面積も500平米を基準に考えておりますが、まあ、あのイベント広場ともありますので、まあ、幅広い取り扱いをさせていただきたいと思っておりますできればまあ思いとしては少なくとも中国地方では一番取り扱いの多い直売所を計画しとるという状況です。それからあの 皆さんから向かって左側なんですがそこが下が直売所になるんですが上にですねあの、まあ、喫茶コーナーといいますかスイ,ス,イスイーツコーナースイーツをあの、まあ、楽しんでいただくコーナーそれから肉を焼肉を楽しんでいただくコーナーこれを作りたいと思っております。であの先ほどからのの消費のこともあるんですがやはり 桃をこの直売所で食べていただくあるいは桃のジュースを飲んでいただくあるいはブドウのジュースを飲んでいただくブドウを食べていただくそういう、まあ、スイーツコーナーこれを作りたいのと先ほど少し言いましたが美声、えー、のお豚肉これを食べていただいて夜は美声の星空を見に行ってほしいと、まあ、そういう思いも込めてですね、まあ、いろんなその幅広く 皆さんに消費者の皆さんに利用していただけるような直売所を作りたい。えー、今年度中に着工したいとそう思っております。農家としても頑張りますので、はい、よろしくお願いします。っとっと山本常務どうもありがとうございました。あの果物の流通過程でいろんな問題があるということはあのよくわかりました。でそれに対して JA さんとしてもですね対応されようとして今の直売所の話があるということですが。 あのそういった課題をですねこの競争の場の中で一緒に解決していければと思っております。よろしくお願いいたします。え続きまして、トマトの栽培などをあのされているですねはるかファームの重森代表に機械化された新しい農業の在り方について簡単にご紹介いただきます。なお、重森代表はもともと農家ではなくて、岡山大学で農業を学んで農業を起業された方です。重森代表、よろしくお願いいたします。 皆さんこんにちは4年前に農家になった重森といいます今日は、えっと、自身の農園であるはるかファームのが取り組んでいる栽培方法の概要と今後の課題についてお話ししたいと思います次よろしくお願いしますまず最初にはるかファームについて簡単に説明させていただきます所在地は岡山県吉備中央町です地図 地図で言うと黄色の部分になります岡山県のほぼ中央に位置する高原地帯で朝晩と日中の寒暖差が大きいので美味しい農作物が育つと言われている農業が盛んな中山間地域になります栽培作物はカシュー作型の大玉トマトミニトマト生姜黒大豆です販売先に関しては トマトはほぼほぼ JA さんに取引していただいているんですけれども今年からは細々と個人販売などにも力を入れていて販路の拡大にも力を入れている最中です次お願いしますここからはトマトの栽培方法について説明していきます栽培品種は大玉トマトの桃太郎 ミニトマトでは地下とプチプヨを栽培しています。栽培方法は地面から切り離した隔離床栽培を採用していて、ポットに一株ずつ定食して管理しています。ハウスの中はほぼほぼ自動で環境制御していて、作業の効率化を図っています。岡山県内ではのカシュー作型のトマト栽培は、 一般的な土壌溶液栽培が主流であって私が採用している隔離リル栽培をについてはあまり知られてないのでここからはちょっと写真をまち交えながら詳しく説明させていただきます次お願いします左側の写真がハウスの外観になります一つのハウスの大きさが間口8メートル長さ4 5ルで これが3つつなががつっった3連ハハウウススににななていまますす右側のの写真がハウスの内部になります下側にトマトの栽培棚があって、えっと、上側上部に黒い筒のようなものが見えると思うんですけどそれがあの天井の換気する換気口になっていてその下に白いカーテンがあるんですけどこれは遮光と保温兼用のカーテンです。 で、そのカーテンの下にちょっと見にくいんですけど、えっと、夏場の高温と、の時と乾燥する時に、そういう乾燥を防止するために、あのミストをかけるようにしているので、その下にそのミストの管が通っています。次お願いします。これがトマトを栽培するポットになります。 一株ずつ点滴チューブで冠水して管理しています。次お願いします。左側の写真が環境制御装置になります。これによってハウス内の換気や冠水、温度、湿度、CO2 などを自動で管理しています。これによってトマトの栽培管理に集中することができ、作業の効率化が進んでいます。 で、右側の写真が、えっと、7月中旬から下旬のトマトの様子になるんですけど、まあ、よく、ポット栽培だとね、ね、根張りの範囲が狭いので、果実が大きくならないんじゃないかっていう指摘をよく受けるんですけれども、あの、どこ栽培と遜色なく大きいトマトが栽培できています。次、お願いします。隔離どこ栽培。 のメメリリッットトとデメリットです、まあ、私個人的には、隔離床栽培はメリットが多く、この栽培方法を採用してよかったと思っています。ただ、一般的な土壌栽培と比較しますと、栽培管理が難しい面があるため、知識や経験がある程度必要であると感じています。まあ、よく環境制御などの新しい装置を導入さえすれば、 あの簡単に誰でも栽培できるという誤解が近年生まれてはいて私もよくその栽培方,方法だったら簡単なんでしょ栽培みたいなふうに言われるんですけれども、まあ、機械はやっぱり補助的な部分があってもう私の作業を助けてくれる存在としては本当に すごい強力な助っ人なんですけれども、やっぱりそのそれを使う本人の知識と技術力が伴っていないと。なかなか、えっと難しい面もあるなというふうには感じています。まあ私自身、収納4年目になるんですけれども。まだまだ未熟な部分が多く、安定した収量の確保が難しい状況です。毎年目まぐるしく変わる。環境の変化に対応するのが。 遅れてすすることも多々あります農作物の知識や技術向上の必要性を感じているんですけれども一人ではなかななかか難しいい面もあるなと感じていますそんな中ですね今年は岡山農業女子メンバーに加入しまして他の,の農家の方々やいろんな関係機関の方々とお話しする機会もありまして。 その交流の中で私自身新しい発見や気づきがありました世代や住んでいる地域など関係なく農家やさまざまな分野の関係機関同士がつながりを持って交流できる仕組みが広がれば農業界全体の底上げにつながるのではないかと思っています今後も農家同士のつながりやさまざまな交流の場,場を大切にしながら微力ではありますが 農業の発展に尽力していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました、えー。なるほど、その機械化されて自動化された農業と言っても、やっぱりそれを管理運営するその人がですね、えー、きちんとこう知識なんかもっとかねいかんと、しかも環境変化がある中でそれを更新していかなきゃいけないということですね。その辺は。 あのこの拠点のです、ね、ダイバーシティ農業の考え方である人を主体とする技術システム開発というのと、まあ、共通項があるかなというふうにも思います、またあのこれからもこの競争の場を通じて交流していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 じゃあ次ま続きましてですねまああのこの本競争拠点では岡山大学の学生が組織しているデータサイエンス部も一緒に作業を行うことになっていますでそこで、えー、岡山大学データサイエンス部の熊谷副部長に本競争拠点への関わり方とか期待について、えー、話していただきたいと思います熊谷副部長よろしくお願いしますよろしくお願いしますあってますか、ね、あありがとうございます、えー、改めまして岡山大学 DS 部副部長を務めております熊谷と申します。 えとですね、まず岡山大学の DS 部自体をあの少しだけ紹介させていただこうと思います。岡山大学 DS 部あのこちら前以前取材を受けさせていただいた時に撮らせていただいた写真なんですけどあの好きなことを好きなだけということで、えー、自分たちで必要になるようなシステムをこうの仕様を作ってそれからその見積もりを取ってお金が必要であれば企業様から協賛金をいただき自分たちでシステムを設計しそれを社会に持っていくっていうような活動を えー、やらせてていいただいております直近で言えば岡山大学の大学祭の入退場管理システムなんかを開発させていただいております。でそれに加えて地域活性として地域活性イベントとしてあの岡山駅周辺の商店街を活性化しようということでイベントを開催したり、えー、岡山県内の高校に出前授業に行って、えー、技術指導をしたりなんかをさせていただいております。えっとですね、まずあの自分が今日ここに、えーこ 来てあのお話を聞10年100年1000年続くあの取り組みをするということがすごくあの耳に残っていてあの1000年続くものってなかなかないなと思いまして今から1000年前から今日まで続いているものって一つすぐ思い浮かんだのは農業だなと思ったんですね農業は1000年前からずっと続いてきておりますしじゃあ農業とあともう一つ教育っていうのが一つあ,ったとあると思るあると思い。 っていてえー、ここ岡山大学は、まあ、たくさんの学生がいますしあの工学部農学部経済学部、まあ、教育学部医学部もありますしたくさんの,あの専門こういう学問を専門にしたいと思っている学生があのいろんな分野にいますのでその学生をぜひ巻き込んであの大橋農業の競争という共に作るということをあの作っていっていただきたいなと思っております。えー、とそれもですね あの自分自身あの岡山大学、まあ、DS 部に入って、まあ、いろんな方と関わらせていただいて、まあ、企業様であったり、えー、と大学の先生方であったりそれから全然違う例えば文学部の学生であったりあのいろんな方と関わらせていただく中であの考え方とかその判断の基準になっているベースっていうのが本当に違うなっていうことをあの気づかさせていただくことが多くあります。 でそのきっかけ気づくそういう自分とその他者の,その考え方自体の違いに気づくきっかけっていうのがやっぱりあればあの学生自体はどんどん自分のやりたいことだったり気になることだったりっていうのが芽生えてくるものなんじゃないかなと DS 部の,あの後輩とか自分の同級生を見ているとすごく感じる部分があります、うん、なので今回台場七農業いろいろあの研究課題があったと思うんですが まず工学でそれから社会科学でそれから医療とあのそれぞれの分野が農業と関わることはすごく大切だと思うんですがあの農業と工学それから農業とまあ経済農業と医療みたいな2セットで考えるんじゃなくてもっとこう概念的じゃないですけどこう いろんな人が自分フラットに自分の考え方が言えるような環境があるとすごく嬉しいなと思いますただそれはまあ非常に難しいことではあると思うのであのできれば学生に体験できるような場を作っていただけたらとても嬉しいですあの学生もですねあの岡山大学にはあのやる気のすごくあふれる学生もいれば全然やる気がないじゃないかっていう学生もいるのであのどちらにとっても あのメリットになるようなそれこそ事業に組み込んでいただくとかあの先ほどのはるかファームさんとかあの桃の農家さんの,あの直売所とかあの選果場とかに直接伺ってそのフィールドワークができるような、まあ、仕組みがあるとすごく面白いなとも思いますしまあ自分のその、まあ、この取り組み、まあ、長くて10年ひとまずあると思うんですがじゃ10年後に。 研究者者だったり技術者として実際に動くのはおそらく自分たちみたいな今は自分に21歳なんですけど10年後20年後ってことは30代40代でおそらく多分その環境であのバリバリ働いてるんだと思うんですねなのでそういう学生の卵をこうしっかり教育するという観点からいろんな取り組みをしていただければもっともっと学生と岡山大学もつながれますし。 学生と地域の企業もつながれる、で学生と自治体もつながれる、まあ、これは地域活性につながるのではないのかなと考えております。私かららはは以,以上で終わらせていいただきます、はい 熊谷副部長、ありがとうございました。あの今おっしゃったようにですね、えー、といろんなですね、えーまあ、総合大学ですからあいろんな学部の学生がいてそういったあ多様な学生が交流することによってですねシナジー効果を生み出して、まあ、学びの間としての実態をつくっていくということになろうかと思いますで特にですね岡山大学地域密着型の人材育成機関ですのでですね えー、そういう,うこの競争の場を使って、えー、学びの場を作っていきたいと思いますんで,です、ね、また一緒にやっていっていただければと思いますで、えー、今言われたように、あなたたちが卒業して起業するとか就職するということで、またこの競争拠点に参画していってくれればです、ね、拡大再生産していきますので,です、ね、そういう未来を作っていきたいと思います。 であの後でえっ、ー、と体験についてはですね次のシステムズ中島の沼本常務からお話があると思いますじゃ沼本常務よろしくお願いします皆さんこんにちはシステムズ中島の沼本でございますよろしくお願いいたします えではですね、あの私の方からあのシステムズ中島は今回、えー、幹事機関ということで務、えー、めさせていただく予定でございます。次お願いします。で、えー、先ほど来研究課題三つありますというところでこの三つの研究課題をいかに解決していくかというところのお話があったかと思います。で、この上の部分がですね、十四団体いわゆる三角自治体それから JA さんを中心とした団体でございます。 岡大 d ブはちょっと入ってないかなという、えー、当然入っておりますけれども岡山大学の中でございますんでねで、えー、下の花壇がですね、えー、企業でございます、えー、中国銀行座はじめとして、えー、ヤンマーさんいわゆる、えー、納,納期の関係でございますねそれからあとはまあ富士通、えー、私どもシステムズ中島、えー、それからミロの産業さん上組さん中谷コーンさんいろんなこの14の企業が 今回ですね民とととしして参画をして参をいいいるというところでございますでまあ幹事機関としてですね私どもシステムズ中島はまあ、各種いろんな会社がですねデジタル技術いわゆるその課題解決をするためのデジタル技術を持っておりますでそこからいろんなデータが上がってきますんでお課題の DS 部と連携してですねそれを使えるデータベースにいかにしていくかと。 いうところですねこれをやっってていいいいきたいとういうふうに思おおります次お願いしますす次願しこれは私どもシステム中島の紹介でございます。中島プロペラを中核といたしました中島ホールディングスの下んですね、約20の事業会社ございます。その中のシステム開発をしている会社でございます。次お願いします。で、先ほど来で取りました3つの研究課題。 栽培技術継承総合支援システム、いわゆるその、秋山さんのようなですね、いわゆるその、特農家と呼ばれている方々が、どういう形で、いわゆるその、剪定をする、どういう形でつぼみを、いわゆるらいですよね、それをやるのかというところですね、これを、いわゆる経験とか、今あの、秋山さんのところはマニ,アマニュアル化を進めていらっしゃいますけれども、それをですね、いかに見える化にしていくかというところ、それから2番目、 えー、儲かる仕組みですね、えー、これをいかに作っていくかこれはもう皆様方先ほど来ですねいろんな形で、えー、ご発表があったかと思います、えー、それからあと医学部、えー、農業かける医学部というところで、えー、健康管理システムですね岡山に来れば安全に健康でですね農業に充実することができるというところ。 でこれらの課題解決のために、まあ、やっぱりいろんなそのデジタル技術ですね今のスマート農業とかという言葉が盛んに出てきておりますけれどもデジタル技術 IT 技術を利用してですねいかにデータを見える化をしていくかとでそれを利用することによっていかにですねダイバーシティ農業でございますから誰でも簡単にいわゆる収納ができるかそれでなおかつ儲かる仕組みができるかこれをやっていきたいというふうに考えております。 次お願いしますで、えー、これはの福田先生の方からですねもうご紹介がありました、えー、左の上はですねアイトラッカーといいまして、えー、秋山さんがですね例えば剪定をするのにどこの見ながらですねどの枝を切ってるかと、えー、これはの絵にするとですね非常にあの分かりにくいんですよねですからどこを見ながら全体を見ながらここはダメなんだなみたいなですねそういうところをいわゆるデジタル化していく。 いうところそれから2番目がドローンとかですねいわゆるそのレーザースキャナーこれを使っていわゆる樹木のデジタル樹木を作っていくそれから IoT 機器によるモニタリングシステムそれからドローンもですねやっぱ活用してみたいなというところですねドローンにつきましては 3D の樹木を作るというところにも利用できるかと思いますそそれから新たにその収納者 を呼び込むために農地データベースこれも計画がされているというところでございますそれからあと健康に関しまして生体モニタリングシステムデジタルバイオマーカーとですねいわゆるその桃農家特有の疾患があるのかどうなのかどういう病気にかかりやすいそういったところも研究をされるというところでございます次お願いしますでまあ目指したいものあるべき姿と いうところですねえ岡山でやっぱり桃を作りたいと、えー、東京から大阪から岡山に来て健康で儲かる桃を作りたいというところで、えー、いわゆるその多様な桃農家の希望者をいかに増やしていくか、えー、夢を描ける桃農家、えー、桃農家のウェルビーイングを追求するというところなんですけれども、えー、システム中島残念ながらですね桃に関しては素人でございます。 で桃農家の秋山さんに頼りきでいいのかと、おんぶに抱っこでいいのかというところで、実際にこの今ですね、秋山さんのところでマニュアル化をされております栽培ですね、これをまあ支援システムとして構築していくわけなんですけれども、やはり実際にズブの動とがそれをやってどうなんだという、まあ、そういう実践レポートですね、これもやっぱり作っていきたいというところで考えております。で えー、素人がですね収納すると何に苦労するのかというところですねそこあ辺りも、えー、ぜひレポートを出させていただきたいというところで、えー、次のページですねはい、えー、桃のお桃農園をですね借用いたしました、えー、これはもう先週ですね、えー、私どものあの スタッフと一緒に行ってまいりましたけれども狭、えー、山でございます清水白桃発祥の地という日がですね立ってるその近くなんですけれども丹原一政さんのご行為によりましてですね8本桃の木がございます次のページなんですけれども清水白桃の木が8本樹齢が3年からですね13年というところでございます。 でこの桃をですねいわゆるその木を借りまして作ってもいいよというところで言われましたこれをぜひチャレンジをしてみたいというところでございますでカラスが多いという話もございますけれどもこちらですとあのイノシシがですね常にもう地面を掘ってんですねやはりこういう鳥獣対策も必要ですしこの右下に書いてありますもう枝もかなり伸びております。 でえー、いわゆるつぼみも出てきておりますんでいわゆる適来の時期になっておりますで、えー、ねっ熊谷さん体験をしてみたいという話がありましたけれどもすいませんこれスライドないんですけれども、えー、中島白桃体験ファームというのをですね、えー、立ち上げております、えー、これはあの皆様方に、えー、実際に参加をいただいてもうあの日程も決まっております、えー、1月7日がスタートでございます いわゆるその防除、ね、をやりまして3月にはですね花見をして、まあ、草刈り、そこから政府をやるという、まあ、スケジュールも決まっておりますんでねぜひ熊谷さんもあの体験をしていただくというところでこのおいわゆるプロジェクトですねこれを実践をしていきたいというふうふに思っておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました ありがとうございます今根本常務からお話ありましたようにシステムズ中島は農園借りて、えー、と実際に栽培してみるということでですねあの実際に、えー、と調査の対象として、えー、桃農家さんを見るんじゃなくって自分でやってみるというふうに考えると今までと全然違うことを気づいたりします。っていうそこの素人なりの気づきをですね、えー、今回の 研究開発に生かしていきたいということです。あの実は私も昨日行きましてですね。あのすでに1月7日に草刈りかなんかやらすに生かされるところなんですけどですね。まあ,あの私も一緒にやります。はい、ありがとうございます。では、次に、えー、秋山組合長にですね、えー、この競争拠点への期待とか注文があればあのお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 はい失礼しますす秋山です、まあ、先ほど、えー、発表の方はさせていただいたんですけれども、まあ、この取り組みに期待すること、えー、ということなんですけれども、えー、やはりその私どもその専業で桃を栽培している、えー、産地として、えーまあ、現段階でも、まあえー、栽培のことにあのかなりトップブランドに近い位置づけでの認識をいた頂いてるんですけれどもやっぱりもっともっとというのを求めていく中でえー 現在先ほど話もありましたようにマニュアル化も実際しておりますしそれも運用しているんですけれどもとはいえまだ経験の深いベテラン日本でもトップクラスになるような人間のところまではやはりすぐには追いつけないそこをこれから競争の場で研究していくことによって収納して 3年もすれば日本で5本の指に入れるよというようなところまでまあ産地としては持っていきたいなと思っています。で冒頭林先生のお話もありましたがその特に果樹農業ってあのいわゆるスマート化機械化がしにくい部類なんですけれどもそれまあ当然使えるところは使っていけばいいと思うんですけれどもそうではないところにそのスマート的な事業を使っていくべきではないかと。そ,のそれを用いることによって、えー 伝承、まあ、先ほどから話に出てきているいわゆる特農家ベテラン農家の勘の部分やっぱり僕ら自身その研修生を受け入れて育ててきた中で自分の感覚を伝えるのがいかに難しいかそこを見える化していきたい、えー、農家が何を見ているか何をかん正直考えてもないんですけど、えー、捉えてそれで手が勝手に動いてるっていうところを見える化 してえー、今までの、えー、農家さんが30年で積んできたものをいかに縮みていけれるか、えー、それって結果的にその、えー、ちょびっと話それるんですけどもう,、えー、うち割と輸出をやってますそんな中で、えーまあ、先ほど、えー、中国産シャインマスカットの話とあったんですけれども、えー、実際自分が出していて。 良くも悪くも日本の人って面倒くさくて細かいんですよね仕事に対してもただそれが、えー、日本産物のメリットとして捉えられてる、うん、実際、ま、仕事士が多い、えー、それが、えー、同じ桃なら桃ぶどうならぶどうで海外に渡った時に、えー、10倍どころじゃない値段の差にそ,ういうそれがまあ評価なんですよね、えー、その職人の 技のの価値といいうのは実際世界的に認められている日本の技の価値が認められているのでそこを、えー、スーッと伝えれるようにしていきたいというのがやはり一番そうするとその、えー、農業の価値職業の価値からも変わってくるんじゃないかなと思って、えー、これはぜひ産地として一緒に取り組むべきだと考えておりますのでそこが一番期待しているところでございます、はい、以上です。 ありがとううございます、えー、そうですそでねあのおっしゃるようにあの、スローガンとしては、3年でトップ5とかですね、えー、そういうことになればいいですし、まあ、そういうことをあの具体的にそういう目標をあの掲げた方が、えー、事業は進みやすいでしょうからですね。 それとおっしゃるようにそのスマート農業とその使い分けっていうかですねここはあの人だよここはスマートだよというですねそういう形で効率化を図っていくことによって効率化を図ることをしないとなかなか誰でもできますよという仕組みはできないはずですよねあの個性に左右される面が強いでしょうからですね。 で今おっしゃったようにその細かい作業ということに関して言いますと、まあ、うるさくて、まあ、ニーズがうるさいっちいうのもあるんでしょうけども逆にそれをどううまく使うかということでしょうからつまり高付加価値化あるいは差別化のもと、ね、にしていくとあの安くて大量生産するっていうのはもう日本でやったってですね勝てないですからですねそういう日本型の農業の在り方の一つのルートですね。 のこの競争の場の中でも確立できたらなと思いますし、まず、まさにその秋山さんのグループがその先頭になって進んでいっていただければ、われわれもサポートしていけるということだと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、次にあの、幹事自治体として、岡山県の万代、ね、農林水産部長に、競争拠点への期待と、幹事自治体としての役割について、一言お願いします。 失礼しますえっと皆さんの話を聞いていると結構岡山県の農業あの大丈夫だなっていうふうにちょっと錯覚をしてる部分もあったりするんですけどあの今日僕の話の中で言わせていただいたことで気になってることこを言わせてもらったつもりで、えっと、技術と人と農地それから最後に僕は農村というのも実は思ってるんですけども今回競争拠点に参加させていただき、 いける意義っていうのがまあ、技術人。それからえっと土地っていうところで、あのいろいろお話お話とか協力させていただいたり、うちも得るものがあるかなというふうに思っています。あの技術については、あの特に桃を今回中心に。 最初に取り組むとということなんですけども桃の技術って本当に難しくてあのさっき秋山さんも言ってましたけど一子送電の技術っていうことですごい閉ざされたところにあるというふうにあの我々も感じててこれあの今までもチャレンジしてきてるんですけどなかなかそのマニュアル化っていうのは非常に難しいなっていうふうに思っててえここの部分は是非期待もしてますし我々もできた暁にはいろんなところに普及をさせていただけると。で引いては あの秋山さんのようなあのすごい活気あるあの熱意あるですねそれからあの非常に危機感を持った産地っていうのはあの大事だっていうふうに思っててそういう産地を岡山県に、ね、たくさん増やさないといけないなっていうのが あのちょっと行政としてどうかっていう話もありながらもやっぱりあの産地っていうのはあのそういうあのガッツある産地っていうのがやっぱり大切なのであのそういうところにつなげたいなというのを思いながらあの今日も来ましたしここれからも参加してていいいうふううとふに思っていますそうした中で岡山県としてもあの技術のところもそうですしあの農地のところもそうですしあのいろんなところであの今までの蓄積したデータとか知見とかそれから あの普及員とか研究員とかあのたくさん資源はあるというふうに思ってますのであのそういうところをうまくあのリンクしてこの競争拠点につなげていけるようなそんな関わり方をしていきたいなというふうに思っています。以上です ありがとうございます。えー、あのまさにですね、岡山県はあの県下の農業行政を一定にですね握ってられるところですのでですね、まあ、人材もおられるので、えー、ぜひですね、岡山あのこの競争協定の中で一緒に岡山県の農業を変えていければというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 じゃああの次にですね、えー、福田先生あのー、今まででこ,これはちょっといってきたいとかですね、えー、付け加えときたいというものがありましたらどうぞあの、えー、課題一リーダーの宇田と申しますよろしくお願い致しますあの課題の話についてはあのシステム高島の沼田様やあの秋山さんからあの非常に丁寧なあの紹介をしていただいてあの僕あの たたしく発表したのが非常に恥ずかしいぐらいなんですけれどもあの、えー、一つ言っておきたいところとしましてはあの環境モニター項目をさまざまな研究者と、えー、評価しながらというふうに言っていたんですけれどもあの僕自身だけがてんてこまいするのはちょっとあれかなというふうに思うので、えー、僕は果樹しか果樹園芸学であの桃を作るっていうところばっかりやってきましたんで果樹のことはまあ 少しお話が通じるんですけれどもやはりいろんな分野のいろんな人にこう情報を提供してい,きないただきながら、えー、その部分を改善していくっていうことがやっぱり第一だというふうに思いますので、えー、ぜひぜひですねあの岡山大学の研究員の皆様に、えー、を引っ張り出すためにもですねあのいろんなことをこちらに投げかけていただきましてでそれを僕らがつないでパイプでいろんなところへこう 振りまけていくということができるように、ぜひやらせていただけたらいいかなというふうに考えております。はい、以上です。はい、ありがとうございます。 今福田先生がおっしゃったようにあの福田、まあ、我々もみんなそうなんですけどもやってる分野っていうのは非常に専門性が高いものだから狭いのでですね、えー、と農学部だからって農業全部できるわけじゃないですからですねあのいろんなニーズを全て見れるわけじゃないので、えー、ニーズを持てる方あるいはこういうことを変えてほしいっていう方はですね、えーぜひえー、あの問いかけをしていただきたいて大学の方にですね そうしますとあの対応していきたいこの競争拠点を使って対応していきたいと思いますのでですねどうぞご協力よろしくお願いいたします。であとえっとですねあの他の方で今までお話になっていてちょっとここ行っときたいなという人はおられますか大丈夫ですかほんならえっとフロアの方で、えー、質問のある方いらっしゃったら。 どうぞご自由にお手を挙げください。はい、あちらにち一方おられます。 興味深い講演ありがとうございました一、えー、宮専科場家事部会の高木と申しますえっ、ー、と、えー、昨今 EC サイトと力で、えー、まあ、消費者との距離が近づくことによって従来にない売り方っていうのが広まってなかなかこうまとまりがないようなところあの組織としてなかなかまとまりがないようなところもポロポロ見えてくるかと思うんですなんでまあダイバーシティっていうような多様な背景を持っておられる方が集まるっていうところで こう,うまくまくくとめていく組織の必要性今あるようなものを利用するじゃなくて、まあ、ある程度こう組織として力を持っていくようなところが必要なんじゃないかなというふうに考えているのでそちらもちょっと考えてというか研究していただければなというふうに思います。はい あのー、要は、えー、と市場にどう向き合うかという話ですね。というか、まあ、そうですねブドウでいえばやっぱりその新規で入られても部会が、うん、部会抜けてしまったりだとかそういうようなお話もちらちらお聞きしますしその、まあ、なんていうんですかねこう新しい,いろいろな背景を持っておられる方を集めるのはいいけど上手にこうまとめていくっていうところも。あのー まと,まとめていく組織の存在の、まとめていく方法っていうのももう、あの模索していただければなというふうに。はい、ありがとうございます。あのそれの点については、あの打体先生が担当されているです、ね、研究開発課題2で、えー、対応することになりますので、ですねで私もそこに入っておりますんで、ですねあのおっしゃるように、市場が混乱しないようにですね。 えー、なんかえっ、ー、と値引き合戦になるとかですね、そんなことにならんように、えー、あのルールをができるような形で皆さんと協力していきたいと思ってますので、またその辺あのいろいろ不満とかですね、えー、ありましたらえっ、ー、とご連絡ください対応します。はい、ありがとうございます。あどうぞ。あ、あのピールの林です。あのどうもありがとうございます。あのコメント。 あの私今 PL として、えー、これからガツガツやらないといけないんですがあの拠点の一つの方針としてはですねさまざまな価値観を持った人のどうやって取り込むかというところは非常に重要だと思ってますえっ、ー、といろいろな方まあ多様なので多様性をいかにして一つの拠点に取り込むというかというところは。 ものすごく悩ましい状況でありつつ、これを実現しないとですね本拠点の将来像というのはないと思ってますので、あの多様性と価値観、この多様,多様な価値観をどうやって取り込むかという、まあ、あの体制作りのところでは、ですね今後、我々の拠点としてもですね真剣にその、まあ、皆さんと話し合いながらですね作り上げていきたいと思っております以上です。 あの企業だとねやっぱり利益を求めたりだとかっていうところがあると思うんですけども我々やっぱ農家だとその、まあ、個人の利益っていうところとあとまあ組織の利益っていうのが相反するところがあったりだとかっていうところがちょっと課題になるかなというふうに思うんで、まあ、ちょっとあのそれについても考えていきましょう <laughs> はいあ,のありがとうございますあの積極的なそ,のそういうあの意見ご意見いただきましてあのえー、っと 体制づくりのところではです、ね、であの我々拠点はやはり多様な価値観を取り込むというところを重視していますので、そのあたり、必ずいろいろな課題が出てくると思います。です,ですので、皆さんの協力をいただきながら、あーまた話し合いながら、ですね、拠点の最,最,適最適化というのを行っていきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。ございます。 はい、他に何かえっ、ー、と質問とか意見とかある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。あ、どうぞ。はい、あ、失礼いたします。赤岩市役所の、えー、農林課の三田と申します。 えー、この度はすみません。あの岡山大学様、あのまた岡山県はじめ、えー、近隣の市町村の皆様、あと幹事の、えー、システムザカシマ様、J、えー、様、あの関係企業の皆様にいろとあのお世話になっています。大変お世話になっています。えーまあ今回あの、えー、まあリ、まあ、イノベーションということで、えー、まあ農業に関しなんですけども、えー、まあリ いわゆる理想と現実のギャップというのがあろうと思いますあの是非パネラーの皆さんにですねそのまあいわゆる大学で考える理想、えー、また、えー、現実の農業者としての,の、まあ、どう応用していくか基礎研究をどう応用していくかそういったものを是非パネラーの皆様に、えー、今回どのようなものを期待しているかとかっていうものをお聞き加勢願えたらと思っておりますよろししくお願いいたします。 えっと、あの大学のメンバーにということですそうそれじゃなくて大学外の <laughs> ということですねこ、ええはい、んならえー、っとですねあ大学ないだけどね <laughs> まあまあいいわどうぞ <laughs> あ一応じゃ大学ないということで学部3年生ですけどもえっとそうですねなんと言えばいいか。<laughs> うんす,すみません、もう,もう一度 <laughs> 要点だけ聞いてもいいですか。あはいああの今回、一、まあえーまあまあ、つ目として技,技術的なもの、二、えー、つ目としてはあの経済、マーケットのもの、三、えー、つとしてはヘル,ヘ,ルスヘルスケアのものといういろいろあります。で、えー いろいろ基礎研究を、まあ、今回、えー、とこの、えー、今までも大学の先生、えー、いろいろ積み上げられてきてで今回、まあ、一緒にいろんな方と連携をして、えーまあ、一つの結果を出してみようと実際やってみたらあの意外とできそうでできなかったことっていうのはあると思うんですね。で実際に のあの農業を体験してみるとあれこうなんだっていうのがあろうと思います。あのそういうもうすなわちそれをどう思われるかっていうのははい。<laughs> ありがとうございます。すみません。DS 部もですね今農業、えー、DX ということであ,のある別の企業さんと一緒に共同研究をやらせていただいている部分があるんですけど、やっぱりこうプランターでやるのと実際の農地でやるのとギャップがあることはもう。 仕方なないいとと受け入れるしかないと思うんですねで現場に行くとその不確定要素があることはもう当然のことなのであの基礎研究ただそこで言いたいのはじゃあ基礎研究をやらずに現場だけでどうこうできるものではないっていうのはなんとなく自分は考えているのであの学部生だったりその岡山大学の学生という人間学生という身分から考えますと。 あの岡山大学の中にいる間にそういう例えば私工学部ですけどあの農学の分野だとかそういうエリアに直接あの見に行ってその基礎を学ぶことでやっぱりその後技術者とか研究者になっていく中でその基礎があるからこそその現場での応用が効くと思いますしその教育の機会を僕はあの提供していただければなと思っているのであの学部生としてはそこまで そ,のそれ以上は難しいかなと思いますできれば先生方もに <laughs> お願いしたいところです。えというか、まあ、あの大学での研究っていうのがあの社会から見てあのどう映っとんねんというそういう話ですかね。ということですね。山 <laughs>、ねはい、山本常務どうでですその岡山大学での例えば あの農学部での研究なんかっていうのがっ、えー、とあの,普段の農業、営農活動なんかから見て、えーとまあ、ここは役に立つけどもここはどうなんだみたいなのがあるかと思うんですけどもあの簡単に、えー、感想を言っていただければ。あのあののこということはですねあの試験的に、えー まあ少ない本数とか少ない面積でやるのとそれからあの大面積でやる場合これのギャップはあります実は私もあのトマト農家いうあの面もあるんですがあの職員の時にですね試験栽培をしてこうですああですいうのを農家にだいぶ説明しとったんですでいざ私が本格的にトマト栽培を始めたらあここはそうは言いながら違っとったなということは感じました。 で確かにそういうことは今言われてることはあると思っています。反対にですね、まあ、あのこれブドウの例で言いますと、えーまあ、試験場の方で例えば単勝剪定を試験場が開発していただいたでこの単勝剪定のおかげでその本当にその多くの農家の方が A さんから B さんから C さんまで同じようなブドウができる。ですかららこれは素晴らしい まあ、あのそういう、まあ、試験機関の成果だと思っているんです、ですから、まあ、あのそういうふうに両面があるということであの、まあ、大学の皆さんとか、試験場の皆さん、が頑張っていただいてです、ねまああの、産地に寄与していただけばと、そう思います、はい、ありがとうございます、まああの。ギャップは当然あるけども、交流の中で、えー、それをどう埋めていくかということになるのかなと思いますが、秋山さん、なんか言いたくそうですけど、なんか言います <laughs> はい、はい、失礼します、えー、と確かにあの、まあ、完全に生産側にいる人間ですので、えー、基礎研究、えー、研究課題等のギャップを感じることが多いのも事実です。えー、ただ、そんな中で、えーとまあ、今回のこの取り組み、えー、私自身がほぼ1年前にお声がけをいただいたんですけれども。えー 何すればいいですすかっていうテンンショでで来られたんですねそれやっぱ大事だなと思う中で特に今回この競争の場という中で、えー、じゃあ現場としてどんな研究が必要か、えー、じゃあどうそのためにどういうものをどういう機材がいるかどういう組み方がいるかっていうのができて今日のここまで持ってこれた辺があるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、むしろその。 場合によっては、えー、大学法場内のプランターではなく、えー、データの取り方を現場で積んでいくっていうのも必要でしょうし、えー、逆に、えー、大学のプランターのデータを、えー、現場の人間が検証する、えー、助言するっていうのも必要になるとは思います。むしろその今その、基礎研究と現場でのの使えるる、えー、ネタそ、えー、を埋めていける、えー 取り組みのバネになるんじゃないかなっていうのを、えー、期待はしています。というかそこに持っていくために、えー、産地としても動こうとははい思っていますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まさにその,その通りですね。あのしげさんもなんか言いたそうですけど大丈夫です？大丈夫ですか？はい。<laughs> はい。 あのー、今、秋山君がおっしゃったように、ですね、えー、とやっぱりすり合わせをしていく場だということですね、その大学は基礎研究は絶対必要なんですけども、と同時に社会実装をしていくものに応用していかなきゃいけないということになりますんで、その際にですね、えー、と現場のことが分かってないと、何がおこる訓練ということになりますから、ですねその辺は対話が必要になってくると、その対応する場がこの競争拠点になるというふうに考えています。 他に何かありますでしょうかよろしいですかねはいそれではですね最後に本拠点のプロジェクトリーダーである林先生に締めていただきたいと思います林先生よろしくお願いしますあの pl の林ですあの度々すみませんあの今日パネリストの皆さん方からいろいろな情報課題それから期待 という、いろいろな情報をいただき、また、ご来賓の皆様方からもです、ね、いろいろなアドバイス、コメント、それから励ましと、こういうものをいただきました。われわれの拠点としてはです、ね、あのこういう現場の声、それからいろいろな人のアドバイスを受けながらです、ね、拠点形成をしていきたいというふうに思っております。また、現場の声をどうやって聞,き聞いていくかというのは、非常に重要なところです。 今後は現場の声を聞くためにですね、えーあのまあ、セミナーセミナーじゃないですねワークショップとかをやっていこうとは思っておりますただ何今日ちょっとお話をずっと聞いてまして農業知らないやつが何を言っとんだと言われそうなので早速あの,あの、えー、桃園で、えー、自みずから体験しながら PL が自ら体験せんでどうするんだと今日強く思いましたね ででそれで私がそれを体験しつつですねあの将来の農業の在り方10年後それから30年後というような農業の在り方を皆さんと農業現場の就農者の皆さんそれからさまざまなステークホルダーの皆さんと話し合いながらですねまあ,あビジョンというのを作っていこうというふうな決意を今思っている次第でございますであの私としては拠点運営としてはですねビジョン形成ではですねあの ワクワクっていうのは JST さんの方から出ている言葉です。プラス私の方からは楽観的にということを付け加えてビジョンは楽観的に作り込んでいこうかなと思っております。一方でですね、それを計画するところではですね、かなり慎重に緻密に作っていこうかなというふうに思っています。そしてそれを実行するときには大胆にかつ 楽観的私はこの楽観的っていうのをうまく使いながらですね拠点を動かしていきたいなというふうに思っております。それで評価は厳しくということで、えー、またビジョンの作り込みというところに戻っていくというこういう形で拠点の上を皆さんの意見を意見っていう現場の意見を現場の声を聞きながらですねあの作り込んでいって、えー、10年後 それから先ほど100年1000年とありましたけども農業,の本、まあ、農業のあるべき姿が10年後が今想像しているものとは異なるかもしれませんし100年後にもどん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 変わっていくと思いますので少なくともビジョンの作り込みというビジョンは毎年のように変わってもいいんじゃないかと思うぐらい激しく変わるんじゃないかと思いますがいずれにしてもビジョンはワクワク感を持ってですね楽観的に作り込んで行動は大胆にというようなことで 拠点を運営していきたいというふうに思っております。あの今日皆さんのいろいろなコメント等を参考にしながらまた現場の声を聞きながらですねあのビジョン作りの方をつつしていきたいと思いますので引き続き皆さんのご協力のほどよろしくお願いします。今日はあのどうもありがとうございました。 はい、ありがとうございました。あのパネルディスカッションはこれで終了します。なお、本日のシンポジウムの演出映像発信全般は教育学研究科の斉藤先生、伊藤先生、佐藤あ、佐々木先生及びこれらのですね。先生方が指導されている学生の皆さん、が担当してくださいました。あのチームサイトにもですね感謝しております。 でまたあの、この本競争拠点、今後もチー,チームサイトとです、ねえー、連携しながら活動していきたいと思っていますので、えー、そこから出たです、ね、育った学生さんなんかが起業して、また本研究拠点に参画していっていただければというふうに考えております。 でまたですね、えー、しつこいですけども、来年1月18日に、競争拠点と本競争拠点とですね、岡山大学文明堂大学研究所の共催で、定着型産業の育成と地域社会の持続性の課題、農業を事例としてというタイトルで、オンラインシンポジウムを開催する予定です。あの本日の拠点紹介をした、打体先生と、農学部の本田先生の講演をネタに、 実質的な議論をする予定ですのでチラシをですね受付に置いていると思いますので興味のある方は申し込みご参加くださいこれでパネルディスカッションを終了しますお疲れ様でしたご登壇いただきました皆様ありがとうございましたどうぞご講談ください 皆様今一度大きな拍手でお送りください。 閉会の挨拶としまして、岡山県農林水産部部長万代博氏様よりご挨拶を賜ります。失礼します。えっ、ー、と本日は最後まで、えー、残っていただいたと思いますか聞いていただきまして大変ありがとうございます。あの岡山県は、えー、幹事自治体ということで自治体、えー、関係市町村さんも えー、県と一緒になって参加をしております。えー、自治体として、えー、これまでもいろんな取り組みさせていただいてます。えー、とそうした中で成果が出てるところもあれば出てないところもあります。出てないところをどうしていくのかというような中で今回あの競争拠点ということで、あのいろんな方と連携ができるということで、あの何か一つ殻を破れるようなことにつなげないといけないかなというふうに幹事自治体としては思っていますし、あの。 この皆さん、これだけの方が集まるのであの議論するだけだったらやっぱりちょっともったいないなというようなことも思いますのであの自治体としては、えー、これをまあ施策につなげたりですねあの拠点と連携した取り組みもまたあのそういう取り組みもできるんじゃないかなというふうに考えておりますので、えー、幹事自治体それから関係自治体、えー、積極的に参加してまいりたいと思います。で なおかつ今回あのご来賓で来ていただいておりますえ国の機関の方それから機構の方あのすごく心強くえ見方が増えてるなというふうに思いますのでえべったりお世話になっていろんなことをやらせていただきたいというふうに思いますえどうぞよろしくお願いいたします万代様ありがとうございました最後に岡山県経済団体連絡協議会座長 中島元吉様よりご,ご挨拶を賜ります。えあの岡山県経済団体連絡協議会座長を仰せつかっております中島でございます。今日は皆さんご苦労様でございました、えー。農業というと私にとってはもう食べることしか興味がなかったんですから。 今日の皆さんのお話を聞いてですね、えー、やっぱり、千年産業ということで、やっぱりこのい,いかに育てていくか、いかに継続していくかということをですね、えー、今日は勉強させていただきました、えーあの、閉会の挨拶を進めさせていただきますけれども、本日は、あ登壇者の皆様におかれましては、貴重なお話をありがとうございました。えー、現在日本の産業は まあ危機的な状況にありますけれども、農業も例外ではあ,ありません、えー、特に、えー、人口減少、それから高齢化ということで、えーどえー、いずれの産業もです、ね、非常に高齢化になっております、農業も、えー、平均年齢70近くということに聞いていますけれども、えー、今日の そうじゃ桃生産組合さんの取り組みというのは、なんか平均年齢が40歳ということで、大変素晴らしい取り組みだというふうに思っております、えー、それでそれへの岡山県庁さんのサポートの事例、紹介に見られますように、不可知化、高くやりがいがあり、持続性を持つ農業の育成、成長、拡大が今後、必要になるというふうに思います。 そしてそのためには関係する参官学の組織の連携とともに参官学連携を有効なものとするために関係組織がそれぞれ変化していくことが求められています本拠点にさまざまな立場の参加機関が集うことによるこれまでにない参官学競争拠点構築を強く期待しています さて、このコロナ禍は我々に東京一極集中の危うさ、それから地方回帰の重要さを思い知らされましたまた近年、デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルへの対応が求められるようになり地方発でのイノベーション創出の重要性が高まっています。 えー、先に述べました新たな産業としての農業は、えー、大都市を拠点とする必要はありません、えー、農業という地域に密着した産業から新たな仕組みやイノベーションを起こしていくことに起こしていくことで地域社会の活性化ひ、えー、いては日本の再生が可能であると私はあ考えます、えー、本日のシンポジウムとりわけ パネルディスカッションにおいてさまざまな方によるパネルリストが参加しているのを見て私はここにも競争の場が形成される一つの出発点があると感じました、えー、我々経団団体にとっても、えー、地域の活性,は活性化は喫緊の課題でございます、えー、ダイバーシティ農業の実現による地域活性化という考え方には大変共感いたしました 我々経済団体もダイバーシティ農業の実現のため、競争の場である本拠点との議論や事業の実施に積極的に参画し、地域のあるべき未来をともに創造していきたいと考えております。最後に、本日の運営を行っていただいた岡山大学のスタッフの方々に心からの感謝を申し上げるとともに、 本拠点と本日参加の、えー、皆様の一層の発展とご活躍を祈念いたしまして、閉会の挨拶とさせていただきます。えー、ぜひ皆様とともに、えー、新しい農業の在り方を見つけ出して、千、え、年、ー、産業、千年産業という農業をです、ね、ぜひ大切にしていきたいというふうに思います。 中島様ありがとうございました以上をもちまして国立研究開発法人科学技術振興機構競争の場形成支援プログラムダイバーシティ農業による地域イノベーション競争拠点キックオフシンポジウム多様性に富み活力あふれる地域社会の実現を目指してを終了いたします。 本日は長時間にわたりご参加いただきましてありがとうございました。最後にアンケートへのご協力のお願いでございます。入り口で配布いたしましたチラシの裏面にアンケートフォームの QR コードがございますので、そちらからご回答をお願いいたします。オンラインからのご参加いただきました皆様は、先ほどチャット欄にアンケートフォームをお送りいたしましたので、 そちらからご回答をお願いいたします。お手数をおかけいたしますが、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。出口付近は大変混み合いますので、密にならないようどうぞごゆっくりお進みください。それでは皆様、お忘れ物ございませんようお気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。